なあ霊夢、またまた日本の企業が素晴らしいものを開発したんだぜ。何何？何を開発したの？それは、水素浮揚の燃料電池システムだぜ。ふん。水素浮揚の燃料電池システム？日本のどこの企業が開発したの？それは、日産自動車だ。日産か。さすがね。でも、どうした？水素浮揚の燃料電池ってそんなにすごいの？ちょっとわからないわ。確かに、初めて聞くと、よくわからないよな。水素浮揚の燃料電池を車に使うと、発電するときに大気汚染物質を排出しないからとても環境に優しいんだぜ。だから、燃料電池は次世代のエネルギーと言われているんだ。へぇ、水素浮揚の燃料電池って、すごいのね。燃料電池は水素と酸素を原料とした発電装置なんだが、燃料となる水素は、現状ガソリンよりも価格が高くて、それが課題になっていたんだ。ふむふむ。だから日産が開発した、水素浮揚の燃料電池システムは、かなり革新的なものと言えるんだぜ。なるほど。そういうことなのね。日産が開発した革新的なシステムについてもっと詳しく知りたいわ。マリサ、お願い。わかった。じゃあ今回は、水素浮揚の燃料電池システムについて、わかりやすく解説していくぜ。よろしくお願いします。霊夢、今、グリーンエネルギー自動車の開発が進んでいるのは知っているか？うん、知っているよ。温室効果ガスの排出量を減らすためだよね。その通り。じゃあ、カーボンニュートラルって言葉は聞いたことあるか？ニュースでは聞いたことあるけど、何だったっけ？カーボンニュートラルのニュートラルは、中立っていう意味だぜ。中立ってどういうこと？温室効果ガスの排出を、全体としてゼロにするってことだな。つまり、温室効果ガスの排出を、完全にゼロに抑えることは、現実的に難しいから、排出せざるを得なかった分については、同じ量を、吸収または、除去することで、差し引きゼロを目指すということだな。そういう考えなのね。完全に温室効果ガスの排出をなくすのは難しいものね。差し引きゼロに近づけるのは、実現可能かもしれないものね。すごい考え方だわ。ちなみに、日本では2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すと、2020年10月に、当時の菅元総理大臣が宣言していたぜ。それで、自動車業界も、脱炭素に向けて取り組んでいるというわけなのね。そういうことだな。それで、自動車業界ではエコカーとして、EV や PHV、FCV の開発が進んでいるんだが、霊夢は知っているか？ EV は、電気自動車のことだよね。PHV と FCV は何のことかな？この3つの違いはわかりにくいと思うから、一つずつ説明していくぜ。うん。マリサ、お願い。エコカーとして一番有名なのが、EV と呼ばれる電気自動車だ。そうね。EV って言葉はよく耳にするわ。EV は、従来車に積まれていたエンジンの代わりに、バッテリーとモーターを装備しているんだな。蓄積された電気でモーターを動かして、車両を走行させるシステムの車なんだぜ。ふむふむ。それで？ PHV は、ハイブリッド車のことで、外部から電源をつないで充電するんだが、EV の電気自動車とは違って、エンジンも搭載しているんだ。だから、ガソリンエンジンで自走することもできるぜ。じゃあ、FCV は何なの？ FCV こそが、燃料電池自動車だ。さっきも話したが、燃料電池自動車は、水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作る、燃料電池を搭載していて、そこで作られた電気を動力源として、モーターで走行するんだぜ。水素と酸素だけで走れる自動車ってすごいわね。だよな。しかも、走行中に排出されるのは、水のみで、二酸化炭素は排出されないんだぜ。地球に優しくて、とても理想的な自動車なのね。ただ、現状、燃料電池自動車には課題があるんだ。どんな課題があるの？燃料となる水素が、現状ガソリンよりも価格が高いんだぜ。なるほど。コストがかかるのね。そこで、日産の開発した、水素浮揚の燃料電池自動車が注目されているんだ。そういうことなのね。今は、燃料電池自動車ってどこの会社が販売しているの？トヨタが、ミライを販売しているし、ホンダは、クラリティ・フューエル・セルを販売しているぜ。その二つが有名どころで、どちらも水素を充填しながら走るんだ。じゃあ、日産は今、燃料電池自動車は販売していないの？日産は、SOFC テクノロジーの E バイオフューエルセルを搭載した、プロトタイプ車両の ENV200 を販売しているぜ。日本では2014年から2019年まで販売していたが、現在は欧州などで生産、販売をしているんだ。そうなのね。ところで、SOFC テクノロジーって聞き慣れない言葉なんだけど、何のこと？SOFC は、バイオエタノールを燃料とする固体酸化物系燃料電池のことだぜ。この固体酸化物系燃料電池が、車の中に搭載されていて、
それを使って発電した電力をバッテリーに蓄えて、モーターで走行するのが、SOFC 車なんだ。他の燃料電池自動車と SOFC 車では何が違うの？通常の燃料電池自動車は、水素を外部から補給するんだが、SOFC 車は、水素を車内で作り出すんだぜ。まあ、すごく画期的じゃない。そうなんだ。しかも燃料となる、バイオエタノールは、サトウキビやトウモロコシを原料にしているんだ。環境にも優しそうね。その通り。通常、燃料電池自動車は、発電過程で二酸化炭素が発生してしまうんだが、このバイオ燃料自動車なら、原料となる植物の成長過程で二酸化炭素が吸収されるから、発電時の二酸化炭素をプラマイゼロにできる、というわけなんだな。まあ、素晴らしい。バイオエタノールの原料である植物を育てている間に、二酸化炭素の量をマイナスにしておいて、SOFC 車を走行する際には、二酸化炭素が出てしまうけど、結果的には二酸化炭素の排出量は、足し引きゼロになるってわけなのね。すごいすごい。まさにカーボンニュートラルだよな。本当ね。ところで、サトウキビやトウモロコシはどうやったら、バイオエタノールに変化するの？ちょっとイメージがつきにくいよな。バイオエタノールにするには、サトウキビやトウモロコシなどの植物由来の原料を、糖化や発酵させれば作ることができるんだぜ。へぇ、糖化させたり発酵させたりするのね。日本酒を作るのと似ているのかな？そう言われてみると似ているな。最終的に蒸留するのも同じだ。ただし、バイオエタノールの場合は、濃度 99.5% 以上の無水エタノールになるまで、蒸留するんだがな。そうなんだね、霊夢。SOFC 車には地球環境に優しいことの他にも、たくさんのメリットがあるんだぜ。なになに？どんなメリットなの？まず一つ目は、低コストということだ。これまでの燃料電池自動車は、電気自動車に比べると、部品数がはるかに多くて、製造にかなりのコストがかかっていたんだぜ。じゃあ、その分、車両の本体価格が高かったってことかな？ああ、燃料電池自動車のユーザーが増えない理由の一つに、燃料電池自動車が高額だから、というのもあったんだ。せっかくエコな車に買い替えようと思っても、高額だったら、手が出ないわよね。特に高額な部品が、水素を充填しておくためのタンクなんだぜ。そっか。でも、SOFC 車なら、車内で水素が作れて、高額な水素タンクが必要がないから、低コストで済む、というわけなのね。従来の燃料電池自動車よりかなり製造コストを抑えられるから、車本体を安く販売できるということなんだ。本当にすごい技術ね。ちなみに、低コストな車だと、一度に走れる距離は短いんじゃない？いや、そんなことはないんだぜ、霊夢。燃料電池を SOFC にしたことで、高い発電効率を、実現できるようになったんだ。霊夢の気にしている航続距離で言うと、600km 以上は走れると言われているぜ。それなら従来のガソリン車並みに走れるってことじゃない。そうなんだ。日本で言うと、東京から広島くらいは行けるってことだな。一度給油しただけで、そこまで行ければ、十分な距離だよな。うんうん。距離的にはガソリンと同じくらいなんだね。じゃあ、乗り心地は？低コストだから、乗り心地はあまり期待しない方がいいの？いや、そうでもないぜ。SOFC 車は、EV 同様モーターを使っているから、リニアな発進と加速も可能なんだ。乗り心地もいいはずだぜ。エンジン車のような騒音もしないしな。すごいわね。じゃあ、EV 車のように、スムーズな乗り心地で、かつ長距離走行も可能ってことなのね。霊夢。それだけじゃないぜ。SOFC 車にはもっとメリットがあるんだ。まだまだあるのね。どんなメリットなの？それは、SOFC 車は汎用性が高いというメリットだな。汎用性が高いってどういうこと？もしかして、バイオエタノール以外の燃料も使えるということかな？霊夢、鋭いな。その通りなんだ。SOFC ってのは、燃料電池の中で、酸素のイオンが、電解質内を動き回ることで発電する仕組みで、つまり、酸素と反応する燃料なら、理論上は、どんな燃料でも大丈夫なんだぜ。SOFC 車は本当にすごいのね。エネルギー資源は、枯渇しないかが、常に心配だから、いろんな燃料が使える SOFC 車というのは、本当に画期的な自動車だと思うんだ。SOFC 車は、先のことまでいろいろと見据えて作っているのね。さすが、技術の日産だわ。ところで、日産の開発した SOFC 車は、トウモロコシとかのバイオエタノール燃料が、使われるんでしょ？それはどうやって給油することになるの？これまでのガソリン車と同じように、ガソリンスタンドで給油できるんだぜ。じゃあ、私たちは今までと同じように、ガソリンスタンドに行けばいいだけなのね。その通り。現在、ガソリンスタンドでは、レギュラー、ハイオク、軽油を、
給油することができるが、そこに、エタノールの項目が追加されるというわけだ。へえ、これからはガソリンスタンドで給油できるのは、4種類になるかもしれないんだね。すでに、SOFC 車が普及しているブラジルのガソリンスタンドでは、エタノールの項目があって、ガソリンと同じように、給油できるんだぜ。ちなみに、今の燃料電池自動車は、どうやって水素を充填しているの？水素ステーションで水素を充填しているんだ。え？水素ステーションの存在を知らなかったわ。一応、全国にはあるんだが、日本ではほとんど普及していないからな。どうして普及していないの？ガソリンスタンドの建設費が、7000万円から8000万円なのに対して、水素ステーションは5億円から6億円とも言われているんだ。衝撃的な差ね。そこまで高いとなると、確かに、普及しないわよね。まあ、現在は、燃料電池自動車のユーザー自体が増えにくい状況だから、水素ステーションの需要は低いし、利益も見込めないからな。じゃあ、ガソリンスタンドで給油できる SOFC 車は、すでにインフラが整っているということだから、導入されやすいでしょうね。ああ、SOFC 車には他にもメリットが多いから、きっと導入されやすいと思うぜ。霊夢。実は、今の燃料電池自動車は、エネルギー効率があまり良くないんだ。どうしてエネルギー効率が悪いの？燃料電池自動車において、一番重要なのは、水素なんだが、その水素を作り出すときに、大量の電力が必要なんだな。え？まずは、電気を使って水素を作り出して、その水素を使って、自動車内で電気を起こして、走行させるってことなのね。確かに、エネルギー効率低すぎだわ。そうなんだ。だからこそ、今回、日産が開発した水素不要の燃料電池自動車、SOFC 車が、世界中から、かなりの脚光を浴びている、というわけなんだぜ。そういうことなのね。SOFC 車ってすごいのね。ところで、さっき、ブラジルではすでに、バイオエタノール燃料が、ガソリンスタンドで給油できると言っていたけど、どうしてブラジルではそこまで普及しているの？ブラジルで普及したきっかけは、過去に苦い経験があるからなんだな。過去の苦い経験って気になるわね。何があったの？霊夢、オイルショックのことは知っているか？聞いたことあるけど、どんな話だったっけ？オイルショックは、1973年の第4次中東戦争をきっかけに、アラブ産油国が、原油の減産と大幅な値上げを行ったために、石油を輸入に頼っている国は、失業、インフレ、貿易収支の悪化という深刻な大打撃を食らったんだぜ。そうだったわ。日本も大変だったみたいよね。1979年のイラン革命の時にも、産油量が減ったことで、原油価格が高騰して、その時のことは、第二次オイルショックと呼ばれているな。石油を輸入に頼っていた国は、経済的にもかなりの混乱状態に陥ったでしょうね。その通り。オイルショックの時は、ブラジルも石油を輸入に頼っていたから、燃料価格の高騰にかなり悩まされたんだ。だから、オイルショックをきっかけに、エネルギー源は自国で生産しなければならないと考えるようになったんだ。それで、ブラジルは行動に移したのね。すごいわ。ブラジル政府は、まず1975年に、プロアルコールと呼ばれるキャンペーンを実施したんだぜ。プロアルコールって、どんなキャンペーンなの？これは、石油の輸入を抑制するために、石油に代わる燃料として、自国のサトウキビから作る、バイオエタノールを普及させるというキャンペーンだな。ブラジルってサトウキビが取れるのね。知らない人も多いかもしれないが、ブラジルは、サトウキビの生産量が多く、現在は、世界最大の砂糖生産国なんだぜ。へえ、知らなかったわ。プロアルコールキャンペーンでは、具体的にどんな取り組みをしたの？バイオエタノールの買取価格を保証したり、生産工場の設置を促進させたりしたんだ。そうして、バイオエタノールの原料となる、サトウキビの生産を大幅に増やしたんだぜ。ブラジル政府の行動力って、素晴らしいわね。その後、1990年代後半になると、原油価格が下落し、海底油田も発見されたために、ブラジル政府は、バイオエタノールの生産や価格設定には関与しない形になったんだけどな。じゃあその時は、バイオエタノールの利用は減ったの？ああ。しかし、2003年にガソリンでもバイオエタノールでも走行できる、フレックス燃料車が、発売されたのをきっかけに、また注目され始め、バイオエタノールの需要が拡大したんだ。じゃあ、2003年以降のブラジルでは、フレックス燃料車の方がシェアが高いの？現在のブラジルでは、ガソリンだけで走る車のシェアは、わずか 2% であるのに対して、フレックス燃料車は 77% と圧倒的なんだぜ。そんなに違うのね。フレックス燃料車は、燃料タンクのバイオエタノール量を把握して制御するシステムが、搭載されているし、ガソリンとバイオエタノールの比率をドライバーが変えることもできるんだ。それに、ガソリンだけ、バイオエタノールだけ、両方を混ぜて走る、などといろいろと選べるんだぜ。
ドライバーがその都度、使い方を変えられるのっていいわね。状況に応じて、自由に比率を変えて走行できるって、すごいメリットだよな。ところで、ガソリンとバイオエタノールって具体的にどう違うの？ガソリンだと、価格は高いが、燃費効率が良いんだ。それに対して、バイオエタノールは、燃費はあまり良くないが、価格が安いという違いがあるんだぜ。へえ、ガソリンとバイオエタノールは全然違うのね。そうなんだ。その時の価格や、市街地や高速道路などどこを走行するかによって、ガソリンを使うか、バイオエタノールを使うかをドライバーが選べるのはいいよな。ガソリンとバイオエタノールは、価格が違うという話だったけど、どれくらい違うの？ガソリンが1リットルあたり、6.3 である、日本円で186円くらいだが、バイオエタノールは、3.9 レアルで、日本円にすると115円くらいなんだ。結構違うのね。ああ、ガソリンに比べると、バイオエタノールは4割ほど安く販売されているんだぜ。ということもあって、ブラジルでは現在、ガソリンよりもバイオエタノールで走行する車の方が、圧倒的にシェアが高いんだ。それだけ価格が違うなら、バイオエタノールを使うフレックス車を購入するわよね。日産は、2025年までに、ブラジルの工場に、約850億円もの新型車の生産投資をすると、2023年11月7日に発表しているぜ。新型車って、フレックス車ってこと？詳細なことはまだ明かされていないんだが、新型車は、エンジン搭載車だと日産は明かしているな。おそらく、ガソリンとバイオエタノールを併用できる、フレックス車ではないかと期待されているんだぜ。フレックス車の方が需要が高いんだもんね。私も日産が生産投資するのは、フレックス車だと思うわ。霊夢。今、燃料電池市場は、世界中で急速に拡大しているんだ。そうよね。環境に優しいし、フレックス車の需要も高いから、これからも市場拡大していくんでしょうね。富士経済グループの市場調査では、2021年度の燃料電池システムの、世界市場規模は3734億円だったんだが、2035年度には約13兆円に上ると見られているぜ。この額は、実に2020年度の 46.7 倍なんだ。すごい。かなりの速さで市場が拡大していくのね。ちなみに、急激に拡大し始めたのは、いつからなの？2021年度からだな。やっぱり、その頃から、脱炭素に向けて動き始めたことがきっかけだったのかな？その通り。燃料電池自動車のほか、トラックやバスなどの移動車でも、燃料電池を使用し始めたことが、急速に拡大した理由だぜ。これからは、トラックにも燃料電池が使われるようになるのね。そうなんだ。これまで物流業界では、大型トラックが、大量に排出する二酸化炭素が問題となっていたから、水素燃料とする燃料電池システムがトラックに使われれば、脱炭素に向けて前進できるというわけだ。大型トラックに燃料電池システムが利用される話は、実現しそうなの？ああ。現在、日本ではトヨタや日野自動車などが、燃料電池大型トラックの開発と、試運転を行っているところだぜ。燃料電池がトラックに使われる日は近そうね。日産が開発した水素不要の燃料電池自動車、SOFC 車については、たくさんの声が寄せられているんだ。ここでちょっと紹介するな。SOFC 車についてどう言っているのか知りたいわ。マリサ、教えて。バイオエタノールなら、供給インフラがそのまま使えるのがいいですね。欧米からの圧力がかからないことを祈っています。バイオエタノールの利用が増えると、穀物類の価格が高騰してしまうかもしれないから、食費に影響が出ないといいですね。食料を燃料にすると、食料危機を招きそうだね。自動車の燃料は、各国の置かれた気候や条件によって対応した方がいいかもね。といった声が多く聞かれていたぜ。そうね。食料を燃料にすることに不安を感じている人が多いようね。極端な切り替えはリスクも大きいから、徐々にいろんな方法を試して、資源が枯渇してしまわないように、脱炭素に向けた取り組みをする必要があるよな。うんうん。将来のことも考えた上で、取り組んでいかないとね。ちなみに、バイオエタノールを動力源とする SOFC 車では、100% のバイオエタノールでも、水 55% を混ぜたバイオエタノール混合水でも、走行できるらしいぜ。混合水でも走れるなんて驚きだわ。しかもそれでいくと、バイオエタノールは 45% で OK ってことでしょ？その分、走行にどれくらい影響が出るのかは、わからないけど、いざっていう時に、バイオエタノール半分だけ足せばいいのは魅力的だわ。そうなんだ。まあ、まだ開発段階だけど、実用化に向けて、前進していってほしいよな。そんなわけで今回は、日産が開発した、水素不要の燃料電池自動車について、話をしたけど、霊夢どうだった？ SOFC 車にはメリットがたくさんあってびっくりしたわ。早く実用化されるといいわね。本当だよな。
脱炭素に向けて取り組んでいる日本の技術者たちの努力が早く報われるといいよな。技術の日産、応援しています。というわけで、ああ、やっぱり寂しいな。霊夢、どうしたんだ。私が子供の頃から大切に遊んできたたまごっちがついに壊れてしまったの。え、あのいつも持っていたやつか。そうなの。たくさんの思い出がある宝物だったからショックだわ。周りがゲームボーイやテレビゲームに映る中、霊夢はずっと大事に遊んでいたもんな。そうなのよね。愛着が湧きすぎて他を遊ぶ気になれなかったの。壊れてしまったのは残念だったと思うが、これだけ長い間大切に遊んでもらえた霊夢のたまごっちは本当に幸せだったと思うぞ。マリサありがとう。そう言ってもらえると心が救われるわ。今回のたまごっちのように時代を担いそうになるが、周りの環境の変化や違うものの台頭などで売れなくなってしまった商品というのは最近でもあるんだぜ。たまごっちみたいに忘れられてしまうものがあるの？悲しくなるね。それがフォルクスワーゲンの EV 車なんだ。え、フォルクスワーゲンって言ったらドイツの超大手自動車メーカーじゃない。しかも EV 車って時代の最先端じゃない。そんな車が売れないなんてことあるの？確かに EV 車は時代の最先端の車なんだが、環境問題の観点や電気代の高騰等の影響によって売れなくなってきてしまっているんだ。ドイツのフォルクスワーゲンも例外じゃないのさ。どちらかというと年々売り上げが伸びている印象だったからすごく驚きだわ。ということで今回はドイツの大手自動車メーカーフォルクスワーゲンの歴史や EV 車を取り巻く問題等からなぜ売れなくなってしまったかを説明していくぜ。よろしくお願いします。ゆっくりじゃない。まずはフォルクスワーゲンについて簡単におさらいしておくと、ヨーロッパの自動車大国ドイツの中で皆さんご存知の BMW やベンツと並んでドイツ三大自動車メーカーの一つを形成している超大手企業なんだぜ。大手だとは知っていたけど、自動車大国の中の三大メーカーの一角を占めるほどの規模ってことね。その通り。今はアウディやポルシェをグループ傘下に持ち、ヨーロッパで20年以上にわたり最大の市場シェアを維持している巨大企業なんだ。規模だけでなく歴史もある規模の大きいメーカーってことがわかるわ。フォルクスワーゲンという社名はドイツ語で国民車という意味で、日本ではカブトムシと呼ばれるビートルが有名だな。最近ではハッチバックタイプのゴルフとかもあるぜ。ビートルってあの可愛い車よね。フォルクスワーゲンだったのは知らなかったわ。フォルクスワーゲンの車は大衆向けな部分があって、狭い道路でも乗り心地がいい点と良心的な価格で、日本の地形や道路状況にマッチした外国車という側面もあって、日本でも人気が高いんだ。日本の環境面とコスト面でも需要が高いってことね。お求めやすいのは助かるわ。フォルクスワーゲングループの2022年通期のグループ世界売上高は2792億ユーロ。日本円換算で約45兆円、販売台数は826万台という数字になっている。規模が大きすぎてよくわからないし、何か比較対象はあるかしら？ちなみに同期間のトヨタのグループ世界販売台数は1048万台だ。つまりフォルクスワーゲンはトヨタに次いで世界第2位ということになるんだが、実は、2016年から2019年にかけての間は世界最大の販売台数を誇っていたんだぜ。世界最大のトヨタを抜いて1位だったこともあるとは、本当にすごいことよね。2023年第3四半期、7から9月の売上高も788億ユーロと好調で、今年度通期の販売台数は900万から950万台と強気の見通しだ。それだけ順調ということよね。素晴らしい大手企業ということがわかったわ。フォルクスワーゲンの主市場であるヨーロッパでは、ディーゼル車を非常に優遇してきた歴史があるんだ。日本ではガソリン車がメジャーだけど、ヨーロッパはディーゼル車なのね。そうなんだ。ディーゼル車の主な利点は優れた燃費と言われていて、1リットルの燃料でガソリンよりも20から40も多く走行できるという性能から、車ユーザーには圧倒的に支持されてきたんだ。そんな大きな割合なの？ディーゼル車ってすごいわ。その一方で、非ヨーロッパ系の自動車メーカーはディーゼル開発に注力してこなかった背景があり、ヨーロッパのディーゼル車を支援する政策が、ディーゼル技術を得意とする地元企業に、独占的とも言えるほどに利益を集中させるような結果になったんだ。なるほどね。それでディーゼル車を支援する政策って何かしら？ディーゼル車は黒煙が排出されてリマウということで嫌がられていたこともあったんだが、ヨーロッパの規制当局が意図的に低い水準のノックス窒素酸化物排出基準を設けることで、ディーゼル車関係のコスト上昇を抑え、消費者がディーゼル車を利用する可能性を高めたんだ。黒煙の排出基準を下げることで、ディーゼル車もデメリットをなくしたってことね。
その通りで、この施策は消費者がヨーロッパ以外のメーカーのガソリン車に流れることを防ぐ効果を期待した政策と言っても過言ではないことで、そのことから事実上の非関税障壁となっていたと言われることもあるんだ。確かに、輸入や輸出の自由さを縛っていると言われても言い訳はできない状況に聞こえるわ。とにかく、この政策でヨーロッパで事業を拡大し急成長を続けたディーゼル車は、優れた燃費だけでなく走行の面でもどんどんと性能が向上し、ヨーロッパではガソリン車と肩を並べるポジションを獲得していったんだ。燃費や走行の性能が良くて、排出基準も低いならディーゼル車もメリットが大きいものね。しかし、排気ガスによる環境破壊が世界的な問題になってくると、それまで低い水準で抑えられていたディーゼル車に対する排出ガス規制が、ガソリン車に近い状態まで引き上げられることになってしまったんだ。お、ディーゼル車のデメリットを突かれてしまったわ。そうなんだ。燃費も良く走行性能もガソリン車に迫る勢いだったディーゼル車だが、排気ガスに含まれるノックスや粒子状物質、PM などの有害物質を削減していくことが、非常に難しいというデメリットが存在することが浮き彫りになったんだぜ。排気ガスのことをやり玉に挙げられてしまうとディーゼル車は厳しいわね。こういった情勢へと変化していく中、2015年にフォルクスワーゲンの今後を決定づけるような転機が訪れることになる、目玉のクリーンディーゼル戦略が不正ソフト事件によって崩壊することになったんだ。え、ディーゼル戦略の崩壊、不正ソフト事件って何かしら？フォルクスワーゲンが排ガス規制で定められた上限値よりも過多となってしまった排出ガスの量を、ソフトウェアによる不正で逃れたことがアメリカによって発覚したんだ。排出ガスの量をごまかしてしまっていたのね。それは仕方がないわ。その通りだな。ディーゼル車推しとも言える緩い排出ガス規制を敷いていたヨーロッパではなく、アメリカの当局によって不正を指摘されたのだから全く言い逃れできない結果となってしまったんだ。第三者から指摘されてしまったら信憑性も高いって判断されてしまうものね。フォルクスワーゲンは罰金やユーザーへの賠償金、車両の回収費用などで莫大な資金を要することとなり、さらには経営陣が一新される事態にまで陥る状態にまで追い込まれていったんだ。信用問題はこれまでの業績を全て無に帰してしまうと言っても過言ではないもの。不正をしてしまうと、それだけ失うものが大きいということだわ。この不正事件をきっかけとして、フォルクスワーゲンは前人未到の EV 生産に、全面的に取り組んでいくことになるんだ。不正がきっかけというのも何とも言えないわね。そうだな。これほど深刻な不正事件を起こし信用が失墜したフォルクスワーゲンにとって、厳しい業界を生き残るための大幅な切り替えが避けられなかったという表現が正しいかもしれないな。前向きな変革ではないけれども、背に腹は変えられないってことかしら。存続するため、自らの意思で大胆な EV へのシフトに踏み切ったように見えるフォルクスワーゲンだが、実際は、経営状況やドイツを含むヨーロッパ内での環境関係の議論やメディアの論調等によって、EV へのシフトを強制的にさせられた、といった方が正しい表現になるな。合わせて環境問題も触れられてしまうと、致し方ないってことなのかもね。EU のヨーロッパ委員会は、CO2 による地球温暖化説を強く訴えていて、自動車の排気ガスに関してさらなる規制が設けられる可能性もあったというぜ。地球温暖化はヨーロッパに限らず世界中で言われているもの。さらに、すでにアジアの C 国が EV の戦略を明確に打ち出していて、C 国市場にも大きくシェアを有しているフォルクスワーゲンとしては、そういった意味でも、EV シフトへの切り替えに対し焦っていた背景もあったようだ。自分の市場が変化しているならその変化に適応していかないとだものね。排ガス不正に関する賠償金と合わせて、ディーゼルエンジン事業を縮小して、EV 産業へ大幅にシフトすることが必要になったフォルクスワーゲンは、その莫大な費用を捻出するため既存リソースに対し、急激なコスト削減策を講じることになったんだ。何か新しいことを始めようと思ったら、今までの事業を調整して資金を確保しないとだもの。そのコスト削減政策に加えて、ドイツ政府から環境問題と絡めることで EV シフトについてのお墨付きと、金銭的な援助を引き出すことに成功するんだ。政府を味方につけたってことね。やるじゃない。そうして昨年度はグループ販売台数826万台のうち、バッテリー式電気自動車 BEV の販売台数は57万台。全体売上の 7% のシェアを占めるに至るまでの実績を上げるまでに成長していったんだ。さらにこの実績を受け、2025年に 20%、2030年には 50% の BEV シェアを目指すと宣言するぜ。早速結果を出したことは本当にすごいわね。さらに拡大していく意欲は素晴らしいわ。メディアはこの宣言を未来のための英断だと絶賛しているんだ。ドイツでは2023年1月時点で4880万台の車が登録され、これまでの最高新記録となっているんだが、そのうちの 2.1 が EV 車となっているんだ。
まだ歴史の浅い事業なのにすでに 2% が EV 車だなんて、EV 事業の勢いを感じるわね。しかしそんな中、2023年に入ってから EV の売り上げはなんと減少してしまっているんだ。さらにドイツは今年、EV 車を購入する際の様々な助成がなくなることになってしまったので、売り上げ回復の見込みが立てられない状況に陥っているんだぜ。そんな急に助成ってなくなってしまうの？確かに助成がなくなると購入は減っていきそうだけど、状況が好転しないため、フォルクスワーゲンは EV 車の生産規模を縮小せざるを得なくなり、急遽であるが、大幅なリストラを決行するに至ってしまう。負のスパイラルね。女性以外には何か理由はあるのかしら？ EV の売り上げが落ち込んでしまった理由の一つとして、ドイツでの電気料金の極端な高騰と、そもそもの電力不足が挙げられるぜ。電気料金の高騰と電力不足、なかなかヤバそうに感じるわ。ロシアから輸入する安価な天然ガスが減少傾向にある中、2023年4月にドイツ政府は、国内最後の原子炉3基の停止を正式に決定したんだ。その背景には、メルケル首相時代に決まった原発全廃政策を受けて、国全体を挙げて、再生エネルギーの普及を進めてきたことが挙げられるぜ。再生エネルギーと原子力発電は相反するものね。再生エネルギーを前面に押し出していた原発を止めてみると、再生エネルギーだけでは国内の電力が賄いきれず、石炭や褐炭に頼りながら、LNG まで発電に注ぎ込んでみても、電力はまだまだ不足している状態なんだ。それだけ原子力発電の発電量が多かったってことと、国内の電気消費量が多いってことなのかしら。困ってしまったドイツは、隣国のフランス等から電気を輸入してなんとかやりくりするしか手がなかった。知っているかもしれないが、このフランスは世界有数の原発大国なんだが、ドイツは自分たちで否定して撤廃した原子力電力を買い入れなければならない状況ってことだな。なんとも皮肉というか、本末転倒というか、やりきれないわね。しかもフランスは、ドイツから一度原発推進政策を批判されたことがあるというから、電力供給でドイツを援助することも消極的で、価格もドイツの足元を見ることがあるというぜ。否定してきたと思ったら、すがりついてくるなんて。フランスも確かにいい気はしないだろうし、環境問題を解決していくために EV シフトをしようとしていたはずなのに、EV 製造のための電力を化石燃料に頼るという状況は、なんとも滑稽なんだぜ。絵に描いたような本末転倒ね。電気料金の高騰もすごいのよね。ヨーロッパでの電気の取引価格は以前は1メガワット時あたり、平均60ユーロ程度だったんだが、現在は100ユーロ以上のことが多く、2023年8月のある時点では、524ユーロという過去最高の高値がつく状況なんだ。最高値だとしてもおよそ9倍じゃない、そんな急激高騰にはついていけないわ。本当にその通りで、電気料金の価格については無茶苦茶な状況だと言っても過言ではないんだ。こういった経緯で電気料金の値上がりもあり、EV 車を購入する人が激減することになり、売り上げがみるみる下がっていくことになってしまったというわけだ。比較的高額な EV 車の助成がなくなり、さらに EV 車のエネルギーの電気が大幅に高騰するなんて、EV 事業の発展そのものが難しくなってきちゃったわね。そもそも、ドイツが原発を停止した理由なんだが、ドイツは環境保護について真剣に考えている国で、約40年前ほどから激しい原発論議が行われていて、原発に批判的な市民の比率が高い状態だったんだ。国として環境保護に全力で取り組むことは素晴らしいことだわ。その中の一つで、原発に対する批判的な姿勢は数十年前からあったってことね。その上で、環境政党の緑の党という党が政界の中で大きな影響力を持つことになり、さらには福島原発事故が起きたことを受けて、正式な原発廃止へと繋がっていくんだぜ。福島原発事故は世界中が注目していたもの。もちろん、脱原発の議論が始まった時点では電気代の急高騰は誰も予想していなかったんだが、2022年2月に勃発してしまったロシアのウクライナ侵攻に対する制裁等によって、ロシア産原油と天然ガスの輸入量を大幅に削減したり取引停止とする対策を続けていった結果、異常な電気代高騰へと繋がっていくんだ。国際情勢までは予測できないものね。しかも今回の侵攻なんて思いもよらなかったし、こうした経緯もあって、ドイツやその他のヨーロッパの人々はすでに、政府の環境施策や EV がもたらす経済悪化について理解しているようだぜ。ここまでわかりやすい結果が出ていれば、さすがに気づかない方が難しいと思うわ。電気料金高騰によるランニングコスト急上昇の他にも、決して短くない充電時間や不安定な走行距離、充電スタンドの不足など、EV にはもともと使い勝手の部分で数々の弱点が挙げられていたんだ。フェリー場や、駐車場での EV の火災事故も頻発していて EV は危ない、怖いという認識も増えてきている。
車の性能面や実際の使い勝手さなどの問題点も次々に露呈していったのね。しかも火災事故なども多いとなると、さすがに EV のメリットが見えにくいわ。しかし、ヨーロッパでは未だに EV に固執している側面も見受けられるんだ。EU のヨーロッパ委員会は CO2 による地球温暖化説の主張を維持していて、こうした各国メディアや評論家たちが、相変わらず EV シフトを称賛し続けているんだ。地球温暖化が問題なのはわかるけど、今はそれどころじゃないっていうか、さっき触れたドイツの緑の党は EU が原子力を温存することに断固反対を表明していて、化石燃料を使う車も飛行機も皆敵視している状況だというぜ。一方的というか、偏っているというか、周りの状況とかは考えないのかしら。緑の党は、環境保全のためであれば国民が電力不足に困っていたとしても関係ないようで、電気が足りないのであればそれなりの生活をするべきだ、と。国民の方に負担と制限を強いる極端な主張を繰り広げているんだ。あくまで一番大事なのは地球環境で、自分たちの生活はどうでもいいってことね。そう受け取れてしまっても仕方ないような対応ではあるよな。こんな状況もあって、ドイツ国民は今後も電力不足に悩まされ続けてしまうと言われていて、事態が好転しない限りは、誰も EV に乗りたがらないのではないかと思うぜ。さすがにそうでしょうね。なんとか回復していくことを願うばかりだわ。ヨーロッパの人々は、そもそも EV が本当に環境にいい車なのか疑問を抱き始めているんだ。え、どういうこと？二酸化炭素を発生させないし、いいんじゃない？確かに EV の動力は電気だから、走行中に限れば大気汚染と無縁かもしれないんだが、その動力である電気が化石燃料によって発電された電気だったとしたら、二酸化炭素排出の観点で見ればガソリン車と同じということになるんだ。なるほど。そのサイクルを見ると、確かにその通りね。二酸化炭素を排出する過程が違うだけで、結果的には同じだわ。電力不足には悩まされて、それでも環境にいいと信じていたら、そうでもないということが判明してしまい、EV 車を購入して涙を流すことになった。ドイツ国民の方々は本当にかわいそうなんだぜ。確かに、もし私だったら立ち直れないかも。結局、政府がいくら脱炭素と訴えたところで、依然としてガソリン車の人気は続いていて、脱炭素を掲げているドイツの自動車メーカーも、実はガソリン車をまだまだたくさん製造しているというのが実態なんだ。なんだ。表面上はいいこと言っても、結局は、実情を考慮してガソリン車も進んでいなかったのね。安心したわ。フォルクスワーゲンは大々的に EV シフトを表明したんだが、最近では EV の生産数をしっかり減らしているというぜ。堅実な判断ね。そもそも、ドイツのメーカーがこれ以上 EV シフトに固執したところで、消費者側に響くことがなければガソリン車から EV に乗り換える人もおらず、環境改善にもつながることもなく、利益にもつながらないため、全員が疲弊してしまうだけの状況なんだ。誰が得するのって状況になってしまったわ。そんなわけで今回はドイツのフォルクスワーゲンについて話したけど、霊夢どうだった？初めは EV 車が売れないって聞いてそんなはずないと思ったけど、ドイツ国内の再生エネルギー推進の動きや電気料金高騰の情勢等の、様々な条件が重なることによって、EV 車でも売れなくなってしまうのね。そうだな。しかも環境に優しいということがメリットだったのに、電力不足によって、それもガソリン車と変わらない状況になってしまったら、EV 車に乗るメリットがないよな。比較的高額な中で女性も亡くなって、しかも設備もまだまだ充実していない中、火災事故等のリスクも考えなきゃいけないとなると、確かにその通りなのよね。もう少し乗りやすくなる環境が整うといいんだけどな。霊夢の言う通り、周りの環境や世界の情勢がまた変わることがあれば、EV 車もまた日の目を浴びるかもしれないな。EV 車のことを好きで乗っている人はいるから、諦めないでほしいわ。霊夢のたまごっちみたいに、EV 車を愛している人も絶対にいるからな。そうよ、たとえ世間から忘れ去られたとしても、好きな人が一人でもいて、その人が、大切に乗ってくれれば、その EV 車はとても幸せなのよ。そんな EV 車が一台でも多く増えてくれることを願っているわ。というわけで。霊夢。日本の海底に純金が眠っているのを知っているか？え？純金ってどういうこと？どれだけ眠っているっていうの？なんと、16兆5千億円もの量の純金だぜ。それだけの量の純金が、日本の海底に眠っていたというの？びっくりだわ。だよな。そしてついに研究者たちが、金の採掘に動き出したんだぜ。そうなの、すごい。霊夢。日本の排他的経済水域の海底には、様々な海洋鉱物資源が眠っているのを知っているか？なんか聞いたことがあるけど、その中に純金も含まれているってことなの？そうなんだぜ。
沖縄や伊豆諸島の海底熱水鉱床に高濃度の金が含まれていて、採掘できれば16兆5000億円相当の金額になるらしいんだ。へえ、すごいわね。純金って他にはどこの国で取れるの？聞いて驚くなよ。現在の金産出量世界一位は C 国なんだぜ。え？ C 国？それじゃあ、日本の海底に純金が眠っているなんて知ったら、C 国は黙ってはいないんじゃない？金産出量第一位の座を、C 国の最大のライバル、日本に奪われてしまうかもしれないんだから。そうなんだ。そりゃ C 国も黙っちゃいないだろうな。C 国が今何を考えているか想像するだけでもなんだか怖いわね。日本近海の純金のこと、現在はどういうことになっているのか、マリサ教えてよ。わかった。じゃあ今回は、日本近海に眠っている純金について、わかりやすく解説していくな。よろしくお願いします。ゆっくりじゃちょい魂。霊夢。実は、沖縄や伊豆諸島の水深1600メートルの海底の鉱物に、陸上の金山をはるかに上回る濃度の金が含まれていることがわかったんだぜ。すごいじゃない。日本は世界で6番目の排他的経済水域、EEZ、を持っているんだが、この海域には、それぞれが異なる金属を含む4つの海洋鉱物資源があるんだ。ふむふむ。まず1つ目は、コバルトリッチクラストだな。南鳥島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ や、近辺の公海で、コバルトやニッケル、銅、白金、マンガンなんかが採取できるんだぜ。コバルトって何に使われるの？コバルトやニッケルは、電気自動車のバッテリーに使われるな。電気自動車のバッテリーに使われるなら、コバルトやニッケルはこれからの時代に需要が高まりそうね。そうなんだ。EEZ で取れる海洋鉱物資源の二つ目は、マンガン段階だな。太平洋の水深4000メートルから6000メートルの海底面上に、直径2センチから15センチの楕円体の鉄やマンガン酸化物が分布しているな。ここでは他にも、銅やニッケル、コバルト、マンガンも採取できるんだぜ。ふむふむ。じゃあ、三つ目は？EEZ で取れる海洋鉱物資源の3つ目は、レアアースデイだ。レアアースデイは、南鳥島海域の水深5000メートルから6000メートルの海底下に、粘土状の堆積物として広く分布しているぜ。この海底の泥の中に、希少な金属のレアアースが含まれているんだ。レアアースはどんなものに使われるの？レアアースは、バッテリーや LED など、生活に欠かせない製品に活用されているぜ。海の底には私たちの生活に欠かせないものがたくさん眠っているのね。じゃあ4つ目は？ EEZ で取れる海洋鉱物資源の4つ目は、海底熱水鉱床だ。何それ？あまり聞いたことのない名前ね。そうだよな。海底熱水鉱床は、沖縄、伊豆、小笠原諸島の水深700メートルから2000メートルの海底から、噴出する熱水に含まれる金属成分が沈殿してできるものなんだ。へえ、熱水に含まれている金属があるのね。どんな金属があるの？金や銀をはじめ、銅、亜鉛、鉛なんかがあるな。この海底熱水鉱床こそが、現在、高濃度の金が含まれるとして、注目されている海洋鉱物資源なんだぜ。なるほど、この金が今、注目されているのね。高濃度って言っていたけど、他の金より、どれくらい濃度が高いの？霊夢、よく聞いてくれた。海底熱水鉱床の金は驚異的な濃度なんだぜ。マリサ、もったいぶらないで教えてよ。驚異的な濃度ってどれくらいなの？ああ。陸上の平均的な金山では、鉱物1トンあたり、3グラム程度の金が採取されると言われているんだが、海底熱水鉱床で採取された鉱物には、金が最高で275グラムも含まれていたんだ。陸上と海底じゃ、数字が全く違うのね。そりゃあ、海底熱水鉱床の金が注目されるわけだわ。ああ、この沖縄、伊豆、小笠原海域では、750万トンもの鉱物資源が確認されているんだが、そこから採取できる金は、なんと16兆5000億円になると言われているんだぜ。16兆5000億円ってびっくりだわ。そんなに価値のあるものが海底に眠っているなんて、すごいわね。だよな。現在は、研究や調査が進められていて、沖縄海域に740万トン、伊豆、小笠原海域には10万トンもの海洋鉱物資源が確認されているんだぜ。へえ、そんなにたくさんの量があったのね。それで、この海洋鉱物資源を調べたところ、1トンあたりで最高 275g の金が含まれていたというわけだ。これを金 1g あたり8000円として計算すると、16兆5000億円になるというわけだぜ。なるほどね。まあ、これは金の濃度が最高の値だった場合だけどな。どういうこと？この研究を進めている東大の浅田明教授は、今回は有望な燃料を選んで分析したから、高い濃度の金が抽出できたが、熱水鉱床周辺での金鉱石としての濃度は、今回の10分の1くらいだろう、と説明しているんだ。そういうことね。
価値が10分の1になる可能性もあるのね。とは言っても、霊夢、10分の1でも、1兆6500億円だぜ。莫大な額であることに変わりはないんだ。確かに、そうね。霊夢、金の採掘は今どうやって行っているか知っているか？よく知らないけど、金が埋まっているところを掘る感じかな？まあそうだな。金は、陸上の金鉱山から採掘するのが一般的なんだ。金鉱山ってなんだっけ？金鉱山は、金鉱石を採掘できる場所のことだな。それで、金鉱石は金の鉱物が含まれる岩石のことだ。金はもともと岩石の中に広く薄く含まれているんだぜ。へぇ、金は岩石の中に含まれているんだね。金鉱石は火山活動によってできた鉱脈に多く存在しているんだ。鉱脈って何？火山活動でマグマが噴き出して、地下水とぶつかることで金属は溶けるんだが、その後、冷え固まることで、鉱脈になるんだぜ。金を採掘するには、金鉱山で鉱脈を探し当てればいい、というわけだ。難しいけど、金を採掘する方法はなんとなくわかったわ。ちなみに、日本でも金は取れるの？取れるぜ。現在、商業的に採掘が行われているのは、鹿児島県にある菱刈鉱山だけだな。他にも代表的な鉱脈として、新潟県の佐渡金山や、北海道の鴻前金山があるが、すでに、金を取り尽くしてしまっているぜ。へぇ、日本で金が取れる鉱山は、今は一箇所しかないのね。ああ、新潟県の佐渡金山は、かつて日本最大の金鉱山として採掘が盛んに行われていたんだ。閉山した現在では、鉱山の歴史を伝える観光施設になっているんだ。じゃあ世界では、どこの国で金が取れるの？産出量の多い国のトップ3が、C 国、オーストラリア、ロシアだぜ。C 国はすごいわね。まあ、C 国は面積が広いから色々な資源が豊富に取れるわよね。その通り。C 国では、福建省と山東省に鉱脈があって、2021年には370トンもの金を産出しているぜ。ちなみに、産出量2位のオーストラリアでは330トン、ロシアでは300トンの金が取れているな。C 国、オーストラリア、ロシアでは、かなりの量の金が取れるのね。やっぱり面積の広い国はたくさん取れるってことね。日本ではどれくらいの金が取れているの？鹿児島県の菱刈鉱山で、年間約6トンだ。他の国に比べるとかなり少ないのね。ああ、日本では、金の産出量が大きく減少しているな。だけど、霊夢知っているか？日本は、都市鉱山が豊富なんだぜ。むむ？都市鉱山って何？都市鉱山とは、廃棄や使用されていない電子機器や家電製品に含まれる貴金属のことだ。例えば、携帯電話1台には金が約 0.05g、ノートパソコンには約 0.03g 含まれているんだぜ。そういうことか。確か、私の家にも昔使っていた携帯がそのまま置いてあると思うわ。それも都市鉱山なのね。そういうわけだ。日本国内に眠っている都市鉱山の金は、約6800トンとも言われているぜ。そんなにあるのね。ところで、霊夢。冒頭で、沖縄や伊豆諸島の海底熱水鉱床に高濃度の金が含まれている話をしたが、なぜ高濃度の金が含まれるのか、不思議だろ？すっごく不思議。なんで高濃度になるの？伊豆諸島や、青ヶ島沖の海底の熱水噴出口から吹き出す熱水に、陸上の鉱物よりもはるかに高い濃度の金が含まれている理由は、実は、その熱水の温度が関係しているんだぜ。熱水の温度ってどういうこと？海底熱水鉱床は、海底の熱水噴出口から吹き出す熱水に金属成分が沈殿してできるものなんだが、青ヶ島近くの熱水噴出口にはある特徴があるんだ。え？どんな特徴なの？海底資源のスペシャリスト、ジェムステック、海洋研究開発機構の、野崎達夫氏が語っていたことを簡単に説明するな。なんて言っていたの？熱水噴出口は通常、1000メートルから3000メートルほどの深海にあって、高い水圧の影響で、300度を超える熱水となって吹き出すんだ。だが、この温度だと、銅や鉄、亜鉛などの金属を多く溶け込ませることはできるが、金を溶かすには、温度が少し高すぎるんだな。へぇ、そうなんだね。ところが、青ヶ島近くの熱水噴出口は、水深が700メートルと比較的浅く、この水深の浅さと、水圧も通常より低くなることで、吹き出される熱水の温度が270度ほどになるんだ。ということで、他のところよりも熱水の温度が少し低いというわけだぜ。その温度の低さが金の採掘にはちょうどいいというわけなのかな？霊夢、勘が鋭いな。そういうことだ。この270度という水温は、ちょうど金が溶け出しやすい温度で、熱水が地下の金を集めるいい役割を果たしているということなんだ。へぇ、沖縄や伊豆諸島の海底熱水鉱床は、金を採掘するための良い条件が揃っているのね。ああ、
さらにこのことを発見したジャムステックの野崎氏は、金の回収を効率よく行うためのプロジェクトを、大手機械メーカーの IHI の技術開発本部に勤務する、福島康幸氏と共に行っているんだぜ。IHI って会社はあまり耳慣れないけど、どんな企業なの？重工業を主体とする日本の製造会社で、三菱重工業、川崎重工業と共に、三大重工業の一角を成している企業だな。旧称号は、石川県播磨重工業株式会社だ。播磨重工業って聞いたことあるわ。へえ、その企業と金の採掘に向けて手を組むことにしたのね。ああ、IHI の技術開発本部の福島氏は、卵巣と呼ばれるもの一種を使って、金を吸着できることを知ってから、これまで着々と研究開発を進めてきたんだな。へえ、もう使って金を採掘できるのね。研究開発を進めて今はどういう状況なの？福島市は、もう乾燥させて粉末にした後、シート状に加工することで、吸着率が上がることをついに発見したんだぜ。すごいわね。福島市はさらに、シート表面の反応を活性化するためにライトの光を当てると、より効率が上がることも確認したんだ。粉末にしたもうシートにして、光を当てることで、金は吸着しやすくなるのね。なるほど。こうして完成されたもう使ったシートを、福島市とジャムステックの野崎氏は、2021年8月、青ヶ島の熱水噴出口に、無人潜水艇で設置し、そして、約1年後の2022年9月に回収することにしたんだな。実際に、モノシートで金がどれだけ取れるかを実験することにしたのね。その通り。福島市と野崎氏は、もう使ったシートで実際に金が回収できることを証明したい。海底から資源を回収できる技術が成功することを期待したいと語っていたぜ。そうよね。研究開発の成果が出るといいけど。それで、実際にどうなったの？2022年9月、野崎氏と福島氏は金回収に向け、航海に出たんだ。しかし、何かあったの？青ヶ島には、船で到着できたんだが、台風の影響で海は大荒れ。航海に出た10日間で、台風13号、14号、15号と、立て続けに3つの台風にぶつかってしまったらしいぜ。大変だったのね。結局、その時は一度も潜航することができないまま、回収は断念されてしまったんだな。そんな、回収できなかったなんて、悔しかったでしょうね。でもまたすぐに回収に向けて航海できたんでしょ？いや、研究の航海は、約1年前から運航スケジュールを綿密に計画、管理されるものだから、すぐに再挑戦することはできず、結局、回収は2023年夏頃にされることになったんだ。そうなんだね。で、2023年にはどうなったの？再び、研究の公開ができる機会が訪れたのは、2023年6月。もう使ったシートを設置してから、すでに2年近くが経過しているし、270度もの高温の熱水が噴き出す過酷な環境の中にずっと設置されていたから、シートは無事なのか、かなり心配されていたんだな。そうよね。2年もそのままだったんだもの。で、実際にどうなっていたの？潜航が開始されてから1時間経った頃、無人潜水艦の前に、勢いよく吹き上げる熱水噴出口が姿を現したんだぜ。うん？それでそれで？だが、肝心の、設置したはずのモノシートがなかなか見つからなかったんだ。そっか、やっぱり回収できなかったのね。ははは、霊夢、話はまだ終わっていないぜ。研究者たちが船上で、焦る気持ちを抑えながら、深海の様子を映し出すモニターに目を凝らしていたところ、ついにモノシートが見つかったんだ。え？そうなの？だが、その後が大変だったんだぜ。すぐに、潜水艇に取り付けられたロボットアームを使って持ち上げようとしたんだが、モノシートを入れたカゴが崩れ始めたんだな。で、どうなったの？ここで、モノシートを落としてしまったら、回収はほぼ不可能だ。これまでの苦労が水の泡になってしまうからな。で、慎重に作業を進めて、数分後、熟練の操作技術によって、無事に回収されたんだぜ。やったー、よかったよ。その話だけで泣けてくるわ。それで、気になるのはその結果だけど、金は回収できたの？モノシートが回収されてから3ヶ月後の、2023年9月に分析が開始されたんだ。2023年8月からカナダに長期滞在を始めた野崎氏に代わって、東京大学の高谷雄太郎准教授が分析を行ったんだぜ。そして、分析用に処理されたモノシートが、専用の分析機器に投入されて30秒後。ドキドキするわね。で、どうだったの？測定した数値が予想を超えて、装置のメーターが上限を振り切ったんだ。計算した結果、金の濃度は最大でおよそ 20ppm、1トンあたり 20g 相当だったんだぜ。これは、世界の主要な金鉱山で採れる鉱石の平均濃度を、およそ5倍も上回る数値なんだ。すごすぎる、なんていう成果なの。
ハラハラさせられたけど、そんなに素晴らしい結果が出たなんて、やったわね。ああ、熱水に含まれる金を、藻で回収したのは世界で初めてだ、と研究チームは大喜びだったぜ。そりゃそうよ。本当によかった。しかも、予想外の出来事はこれだけじゃなかったんだな。なになに？今度は何があったっていうの？モノシートには、金だけではなく、銀も吸着していたんだ。え？銀まで採取できたの？しかも、濃度は最大 7000ppm 余りで、1トンあたりで言うと、7000g の高濃度だったんだぜ。わお、そこで取れた銀も高濃度だったのね。ああ、金の300倍以上の濃度で、銀が吸着していたんだ。銀は金に比べると価値は低いが、それを補うほどの高い濃度なんだぜ。まさか、金も銀も取れるとはね。研究グループも、銀の吸着は全く予想していなかったからな。詳細な仕組みは今調査中だが、基本的には、銀も金の吸着と同じ仕組みのようだ。これまで研究開発を続けてきた福島さんも野崎さんも、研究が成功して嬉しいでしょうね。二人とも、2年以上にわたる挑戦がうまくいってほっとしている、と語っていたぜ。福島市は、モノ吸着効率をもっと高めたり、工場レベルで大量生産していくためには、まだまだ課題はあるが、一つ一つクリアしていきたい、と話していたな。うん、まだまだ頑張ってほしいわ。野崎氏は、結果的に深海に2年も、モノシートを設置することになったが、吸着には本来、そこまでの時間はかからないと思う。吸着がどのくらいの期間で完了するのかを今後調べていく。また、岩石や熱水そのものを詳しく調べて、青ヶ島に大量の金や銀が濃縮している理由を解明したい、と話していたぜ。まだまだ課題はあるけど、さらに研究を重ねて実用化できるようになるといいわね。実用化するには越えなければいけない壁がいくつもあるよな。その中には、資金面の課題もあるんだ。都心から比較的近いとは言っても、青ヶ島沖の深海に潜航するには、1日あたり、推定でおよそ700万円の費用がかかるから、現状では採算が合わないんだぜ。そうか。なんとか資金面でも実用化が可能になる方法が見つかるといいわね。ねえ、マリサ、モノシートで金の回収ができたことにきっと嫉妬している国もあるわよね。霊夢、よく気づいたな。まさに C 国は、今かなり焦っていると思うぜ。そうよね。C 国は常に日本をライバル視しているからね。現在、金の産出量は、C 国が世界一で、日本は10位以内にも入っていないが、沖縄や伊豆、小笠原海域の海底熱水鉱床から、高濃度な金が大量に採取できれば、将来、日本の金の産出量がかなり上位に行く可能性があるんだ。日本が C 国を追い抜く可能性もあるかな？なかなか難しいとは思うが、ありえない話でもないよな。じゃあ、なおさら C 国が日本の資源を放っておくわけがないわね。その通り、2010年の、尖閣諸島 C 国漁船衝突事件に始まり、その後も、日本の排他的経済水域 EEZ 付近で、C 国の海洋調査船が、何らかの調査をしていることが確認されているんだ。まったく、C 国って国は怖いわ。しかも C 国の海洋調査船が、日本の EEZ 付近に来た回数は、分かっているだけでも、この10年で60回以上にも上っているんだな。そんなに、C 国のことだから、実際の数は60回なんてものじゃないでしょうね。C 国は2023年4月に台湾を包囲して大規模な軍事演習を行っていたんだが、その際の演習に参加した空母3艘は、その後、日本最南端の島である沖ノ鳥島に接近して、艦載機の発着艦を繰り返していたんだぜ。どういうこと？空母3艘進出の狙いは、軍事だけではなく、日本の海底資源にもあった、ということだ。もう、C 国は日本のものを何でも盗みに来るわね。困った国だわ。C 国は以前から、沖ノ鳥島は島ではなく、単なる岩礁に過ぎず、どこの国の領土でもない、とアピールしているよな。C 国は、まだ採掘されていない日本の海洋資源と、金の産出量トップの座を、どうしても日本には渡したくないんだと思うぜ。C 国は、これからもっと日本に圧力をかけてくるでしょうね。ああ、日本は絶対に、日本の海洋資源を C 国に渡すことがあってはならないよな。日本の海洋資源もだけど、採掘の技術も C 国に奪われてはいけないわね。今回の日本海底で発見された金については多くの声が寄せられているから、その一部を紹介するぜ。うん、どんな意見があるのか知りたいわ。教えて、マリサ。また C 国や K 国あたりが領有権を主張するかもしれないから、何としてでも日本には取られないように守ってほしい。日本人の諦めずに研究開発する姿には頭が下がります。金の採掘にも使うというのが環境に優しくて、いかにも日本人らしいなと思いました。日本近海で純金の採取に成功したなんてすごいですね。あとの課題は採算性。
研究を重ねて、実用化できるように頑張ってください。絶対に、アメリカや C 国に取られないように気をつけて、海上保安庁の警備を強化した方がいいと思う、といった声が多く寄せられていたな。そんなわけで今回は、沖縄で発掘された純金について話をしたけど、霊夢どうだった？研究開発に携わった IHI の福島さんや、ジャムステックの野崎さんの努力が実って、実際に金の採掘に成功してよかったわよね。本当だよな。まさか、もで金が取れるとは、思いつきもしないぜ。研究者たちの思いが、実用化に早くつながるといいわね。そして何より、どこかの国に横取りされないように気をつけてほしいわね。そうだな。というわけで。ああ、うまくいかないな。霊夢、どうしたんだ？この間の学力テスト、また学年で最下位だったわ。またかい、何回連続だよ。5回よ。威張るな。前よりも一生懸命勉強したはずなんだけど、結果が出なかったわね。私も得意な方ではないけど、霊夢は本当に勉強が苦手なんだよな。自分で言うのもなんだけど、絶望的な状況ね。絶望的な状況といえば、先日発表された C 国の若年離職率がやばい数字だったな。え、そうなの？どれくらいの離職率だったのかしら？なんと 60% を超えてしまったそうだ。 60%？ 半分以上じゃない。そうなんだ。この 60% という数字も C 国特異の隠蔽で隠されていたんだが、現在の C 国の状況を踏まえて試算してみると、なかなか信憑性のある数字なんだぜ。 60% が信憑性のある数字って本当にヤバいわね。ということで今回は、若年失業率 60% という数字から見えてきた C 国の経済の崩壊について説明していくぜ。よろしくお願いします。国家統計局が発表した2023年7から9月の国内総生産は、前年同期比で 6.9% 増加した。経済崩壊なのに増えてたの？去年のその時期はゼロコロナ真っ最中だったから、増えるのは当然なんだ。注目すべきはその数字で、習近平国家主席が公言した国家目標は 7% で、市場予測は 6.8% だった。そして C 国当局の発表は、間の数字の 6.9% だ。ぴったりにも程があるわね。今度は10月18日、7から9月期の国内総生産が発表された。前年同期比 4.9 の増加で、市場予想の 4.4 を大きく上回ったんだ。C 国だから嘘の可能性もあるけど、その前よりはだいぶ下がってるわね。国家統計局副局長は、第1から第3四半期までの国内総生産値は 5.2% 増加と、5.2% を強調した。これは、今年3月5日に全国人民代表大会で李克強前首相が、今年の GDP の成長目標は 5.0% 前後とすると宣言してるからと言われている。なるほどね。目標はクリアしてるっていうアピールだ。だが今回の数字はあまりに苦しすぎるようなんだ。そんなに現実と違うのかしら？これは C 国の公式サイトに載っているデータなんだが、1月から9月までの工業企業の総利益は、前年同期比 9.0% 減少。そのうち国有企業の総利益は 11.5% の減少。持ち株企業の総利益は、前年同期比 8.7% の減少。え、減少ばっかりね。C 国税関総署が発表した9月の貿易統計によると、9月の輸入 6.2% 減、7ヶ月連続のマイナスなんだ。輸入が減ることと GDP ってどういう関係があるのかしら？輸入がマイナスということは、C 国の国内消費が減っているということ。爆買い C 国人の例でもわかるように、C 国人は海外製品が大好きなのに、だ。なるほどね。それなのに減ってるということか。輸入品目には、集積回路や液晶パネルなど、原材料も含まれている。かつて世界の工場と言われた C 国だが、製造は原材料を輸入に頼っている例が多い。原材料の輸入が減ってるということは、つまり製造が伸びてないということなんだ。それで工業企業の利益が減ってるのね。さらに GDP の約3割を占めると言われる不動産が、ほとんど動いていない。それなのに成長しました、なんて言われても信憑性がないんだ。他の数字を見れば一目瞭然なのね。習近平の顔色を伺うと漏らざるを得ないんだろうが、世界は何を信用していいかわからなくなってしまうな。そこで、なんとなく信用できるかも、という李克強指標というものがあるんだ。李克強さんって、この前亡くなった人？ああ。2007年のダボス会議で当時 C 国遼寧省のトップだった李克強は、次のような発言をしている。GDP は作為的であるので信頼性は低い。遼寧省の経済の評価は、3つの数字に焦点を合わせる。1、電力消費。2、鉄道貨物の量。3、実行された融資の金額。
これら3つの数字を見れば、経済成長の速度を比較的正確に測定できる。これだと C 国の GDP は嘘だって認めているようなものだけど、実はこれオフレコ発言だったんだが、その場にいた C 国アメリカ合衆国大使が、これを国務省に報告。そして2010年、ウィキリークスによって暴露されて、世界的に知られるようになってしまったんだ。C 国高官も信用してない GDP だったのね。その李克強は経済に強くて、鄧小平時代に始まった改革開放政策を重視してたんだ。どん底の C 国経済を立て直すのはこの人しかいないと思われてたから、誰かが邪魔に思っても不思議じゃない。なるほどね。立て直しに成功されても困るということかしら。さらに C 国には、不動産と二人三脚で歩んできた地方政府の債務問題がある。これは1800兆円を超えると言われていて、どう考えても崩壊してるんだ。すごい額ね。なんでそこまで増えちゃったのかしら。GDP と関係があると言われていて、地方政府指導者は常に中央政府から評価されたがっている。その第一の指標となるのが GDP だから、一番手っ取り早い不動産開発を進めたってことだ。どんどんマンションを建てまくったってことね。それもバブルのうちは良かったんだ。みんな投資のために不動産を購入してたからな。だがすでに、C 国人民が倍以上住めるだけのマンションが建ってしまっている。当然不動産価格は暴落し、地方政府の借金はどんどん膨らんだんだ。残ったマンションどうするつもりかしら。購入したけど未完成で、建設業者から引き渡されず、毎月銀行のローンの返済に苦しんでいる人もいるんだ。すでに買ったマンションに住んでいる人さえ、物件を無料で提供し無条件で名義買いに応じるというパターンが増えてるらしい。無料でってどういうこと？残りのローンを払ってくれれば、タダでくれてやるぜってやつだ。今まで払った分のローンも頭金もいらないから、とにかく引き取ってほしいということだな。それくらいローンの支払いがきつくなってるということね。大都市で働くホワイトカラーの賃金も下落している。上海では前年比で 9%、北京では 6% 減っているんだ。特に今まで人気だった金融だとか科学技術だとか、そんな業界が大打撃を受けていて、なんと 40% も給料を削られる銀行員がいるそうだ。40%?そんなに減らされたら生活できないって。そんな中発表されたのが、若者の失業率だ。C 国の国家統計局が発表した7月の若年層の失業率は、21.3 という高い数値になり、国内に衝撃が走った。だが C 国国家統計局は 21.3 という数字を過大評価しないようにと訴えた。火消しに走ったってことね。この数字でも過去最悪で危険だと言われていたのに、北京大学の副教授が違った試算を出してきた。それがなんと、若年失業率 46.5% という、とんでもない数字だったんだ。倍以上違うってどういうことなのかしら。この副教授によると、家で寝そべっていたり、親に頼ったりする非学生が1600万人もいて、それがこの統計には含まれてないという主張らしく、それを含めれば本当は 46.5% になるっていうんだ。この情報は瞬く間に世界を駆け巡ったが、C 国当局は速攻で削除したぜ。その行動によって真実だという証拠になりそうだけど、ところが、46.5% どころか本気で計算したら、実は 60% を超えるという試算が出てきたんだ。60%? それじゃまた話が変わってくるじゃない。そうなんだ。だがもともとの 21.3% ってのも、調査の対象が都市における若者の失業率なんだ。そして、その後に北京大学の副教授が推計した 46.5% も、同じ都市圏の若者。地方から来ている若いで稼ぎ労働者は、含まれていないんだ。どうしてそんなことになるの？これは、C 国の戸籍制度に関係がある。C 国で戸籍制度ができたのは1958年だが、都市戸籍と農村戸籍の2種類に分類されるんだ。都市戸籍保有者は約 45%、農村戸籍保有者は約 55% で、これがあらゆる格差の原因になってるんだ。なんで戸籍で格差が生まれるの？例えば農村戸籍の人が都会に出稼ぎに行く際、都市戸籍の人と同様の医療や社会保障が受けられない。子供を都市の公立学校に入学させることもできないし、農村戸籍の学生が都市の大学に進学しても、卒業後、都市の企業に就職できなかったりするんだ。不公平すぎるわね。田舎者をバカにしすぎよ。だが実際に C 国の経済を支えてきたのは、こういった地方からの出稼ぎ労働者だったのも事実だ。ふるさとから離れた大都会で、一生働いても家を買えず、共同トイレの古い小さな部屋に住み、一日12時間働く。ゼロコロナ政策で最大級の打撃を受けたのも、こうした出稼ぎ組だったんだ。テスラやアップルなど世界的企業に供給する工場も、ロックダウンの対象となってしまったからな。外国企業もお構いなしだったからね。
終わりのないロックダウンに撤退する外資が相次ぎ、その後に来たのがリストラだ。2022年の時点で出稼ぎ労働者の数は 2.9 億人。その中の若年層を考えると、失業者の割合は、全体の 60% はいくんじゃないかという計算なんだ。そもそも統計に含めない時点で人間扱いしてないわよ。こういった工場で未払い問題が大量発生し、各地で抗議集会やストライキが起こったんだ。もともと安い給料なのに未払いなんてやってられないわ。今年1月から5月だけでも、四国全土の工場で実施されたストは140回だ。上海の工場では5月下旬、従業員が給料が未払いだ、すぐに給料を払え、労働者の権利を守れ、などと書いた横断幕を屋上で掲げて、数百人がストに参加したんだ。他の国だったら普通、賃上げ交渉でストになるのにね。広東省の自動車部品工場でも、給料の未払いが起きたんだが、労働者は就業を拒否すると、経営者は一方的にスト参加者を解雇すると宣言する始末だった。ひどい話だわ。出稼ぎ労働者は、経営者側の都合で一方的に解雇されるケースがどうしても多い。だからコロナを挟んで、失業者はかなりの数に上るはずなんだ。でも、都市部の若者の失業って、どんな感じなのかしら。今四国では、卒業すると即失業、という就職難が大学生を襲ってるんだ。え？なんか、この世の終わり感が漂ってるわ。新卒者の多くが IT テクノロジーや不動産、教育産業に就職を希望しているんだが、2021年以降、四国政府はこれら産業種を潰してきた。去年アリババは1万人以上の従業員を解雇し、四国最大の不動産開発会社の一つである恒大集団も3万人以上の従業員を解雇している。そもそも希望する職種が消滅しかかってるのね。塾や家庭教師などの教育産業は、もはや壊滅状態と言われていたが、オンラインなどで音楽や絵画、スポーツの講習等と偽って闇営業をするところも多かった。ところが今年10月、四国政府はこうした闇営業の摘発に乗り出したんだ。そこまで向きになって摘発する意味あるのかしら。規制に従わない奴を捕まえなかったら、習近平様のメンツに関わるとでも思ってるんだろう。ともかく、就職したくても就職先がないというのが四国の現状だ。しかし、今年の大学新卒者数は、年間82万人増の1158万人となり、過去最高を更新する。受け皿がなかったらどうするつもりかしら。大卒者は皆ホワイトカラーを希望し、工場などの希望がいないというミスマッチは以前から問題だったんだ。そうなるとブルーカラーが不足し、雇用を増やすには産業構造から変化が必要になる。四国政府は2020年から公務員を増やしたが、20万人の募集に770万人の応募があったそうだ。ものすごい倍率ね。それから四国が世界に送り出す留学生数は、2020年時点で約160万人もいたんだ。だが新型コロナが蔓延し、留学先での活動の継続が困難になった学生が、やむを得ず帰国し始めた。一気に戻ってきちゃったんだね。そしたらまた倍率は上がるわ。去年の秋にはすでに大学での採用は半分に減り、多くの企業が採用自体を放置していたりする。山東省のある国有企業では、募集人員1000人の枠に、10万人を超える履歴書が届いたそうだ。宝くじの世界観ね。経済成長と生活水準の向上があったからこそ、四国共産党は権力を維持できていた。だが新たな雇用や機会を作り出す機会は、習近平が潰してしまったんだ。すると当然若者の不満は高まるわけだが、それを強権的な手段で抑え込もうとする。結局そこに行き着いてしまうのね。こうなった責任は習近平にあるはずだが、今度は、学生や大卒者は苦難を受け入れ、都会での生活を捨て田舎暮らしを検討せよ、と声明を発表した。え？本当に？表向きは、地方の空洞化を解消するため、なんて体裁のいいことを言ってるが、これは毛沢東が文化大革命でやった、家宝という制度にそっくりなんだ。農民の苦難を理解せよという名目で、知識人や若者を遠い場所に追いやり、肉体労働をさせたんだ。今この現代でそれをやろうとしているのは、正気なの？市教は、若者たちが仕事を得り好みしている、というプロパガンダを広めるのが狙いなんだ。悪いのは共産党じゃありません。ってことだな。そんなことを言ってたら、若者の心は余計離れていくことが、わからないのかしら。学生だけでなく、退職した幹部や教師に対しても、定住のためにふるさとに戻るよう、呼びかけているそうだ。四国共産党が恐れているのは、こうした人々が四国共産党の支配を脅かす勢力となることだからな。早くそうなってほしいものね。昨年は、このような若者たちが未来に絶望して、単品族が有効となったんだ。単品族って何？単品とは、横たわる、寝そべるという意味だが、今回の有効では、
結婚しない、子供もいらない、家や車も買わない、消費しない、最低限しか働かない、質素な生活を送る、といった何もしないライフスタイルを指すんだ。それはそれで退屈そうに感じるけどね。きっかけとなったのは4月、ある C 国人がコミュニティサイトに書き込んだ文章だったんだ。ネットの書き込みから流行り出してしまったのね。ああ、この書き込みはすぐに削除されてしまったが、C 国中に一気に拡散されたんだ。というのも、これほど現実逃避をしたくなるくらい、若者の生活が過酷になってしまっているんだ。どれくらい過酷なのかしら？まず、都市部の子供は朝から晩まで勉強漬け。デートも部活もなく青春とはおさらばだ。やっとの思いで有名大学に入学しても、その後に待っているのはさらに厳しい就職戦争だ。そこを生き延びて社会人になったとしても、今度は朝9時から夜9時まで週6日勤務が待っている。お先真っ暗のまさにブラック企業ね。そして次は、いつ結婚するのかと親たちからせかされる。結婚のためにはマンションを買わないといけないし、さらに結婚しても長期ローンが待ち構えてるんだ。閉塞感がえげつないわね。寝そべりたくなる気持ちもわかるわ。ここまで考えると、頑張ったってどうせ報われないと思ってしまうのも仕方ないかもしれないな。寝そべるのも精一杯の反発の一つなんだろう。なんか悲しくなるわね。C国では卒業写真も、寝そべりがブームになってるというぜ。卒業式当日に地面に横たわったり、学液をゴミ箱に突っ込んだりする写真が、SNS に投稿されているんだ。これがゾンビスタイルとして、今年のトレンドになっているぞ。そういうのも、若い人たちの静かな抗議なのかも。若者の失業率やそれを隠蔽している点を見ても、C国経済はもはや崩壊の一途をたどっているんだが、他にも崩壊の一端と見られる例がある。C国は、1年間で5610の幼稚園を閉鎖したが、これは全幼稚園の3分の1に当たる数だ。なんで3分の1も？出生率の低下もあるが、不況で給料が払えないってのも大きな理由だ。幼稚園の常勤教員数は324万4200人で、3分の1だから100万人以上が失業ということになる。あらららら、それだけですごい数になってしまっているわね。2016年、ベビーブームが起こると期待し、C 国共産党は二人特区政策を実施したんだが、しかし当てが外れて出生率は下がる一方で、とうとう昨年は過去最低の 1.09 にまで低下した。その数字も信用できるか怪しいわ。そうなんだ。だいたい C 国の人口14億人というのも、眉唾だという話が持ち上がったことがあるくらいだ。え？人口も嘘だったの？この疑惑の発端は、史上最悪のデータ流出事件があったからなんだ。上海警察のデータベースがハッキングを受けたんだが、個人特定の最新の情報を含む10億人分のデータを盗み、それを闇のウェブサイトで約200万ドルで売りに出した、という事件があった。200万ドルってどれくらい？今の円なら約3億円弱だな。もしデータが本物だとして、敵対国家が買うなら安値だと思うぜ。実際に購入した研究者がいたらしいんだが、分析すると C 国の人口動態プロファイルと酷似していたらしい。つまり、データは本物と思われるんだ。一部だけだったとも考えられるんじゃない？14億人のうち、10億人分が別になってるのはなぜだ？サンプル調査だとしても数が不自然だから、これが全部だと考える方が自然なんだ。だから C 国の本当の人口は、10億だという説が生まれたんだよ。歴史も1000年平気で水増しするくらいだから、確かにそれくらいありかねないかも。だが、そうやってあらゆる数字をごまかしてきたために、様々な場所で弊害を生んでるんだ。人口増を見込んで不動産を開発しても、入居者のいないゴーストタウンを生み出すだけだった。1960年代のベビーブームでは、労働力の増加を前提として、医療保険や年金の潤沢な支給が約束されていたが、現在は医療保険の給付金減額にまで追い込まれている。そんなところにも影響してきてしまうのね。嘘の数字をもとに制度設計してるから、こんなことになってしまうんだ。外国の自動車メーカーや携帯電話の製造会社は、人口増の見込みがあればこそ C 国に投資してきた。外国からの信用も地の底まで失墜している。その上ゼロコロナだと、外資も離れてしまうわ。ゼロコロナでは工場の操業停止により、多くの中小企業は海外からの受注を失った。そしてゼロコロナが終了しても、外資はすでに多くが撤退し、受注が回復することはなかった。C 国のネット上で出回っている情報によると、上半期に倒産した民間企業は504万社に上る。え？ 504 万？また、C 国政府は内部需要の拡大を急いでいるが、消費者マインドは冷え込んだままなんだ。上海には、チープール市場という有名な衣料品卸売市場があって、非常に栄えていた。上海の一等地にあって、高品質かつ低価格、全国からこの市場に商品を買いに来ていたんだ。それが、今は？
売り上げゼロの店もあるそうだ。賑やかだった頃は1日4万人も来場があったというのに。日本だと渋谷の109が空っぽになっちゃうようなものかしら。また大手チェーンブランドは今年 9.9 元200円の低価格コーヒーを発売し消費者を奪い合った。こうした価格競争により大量の独立したコーヒー店が閉店ラッシュとなってしまっている。コーヒー店が減るってなんか悲しいわね。大手チェーン2社の価格競争によって個人経営の店もセール価格やクーポン提供を余儀なくされてしまった。しかしそんな店は 9.9 元では元も取れず、売れば売るほど赤字になってしまい、結局10月29日までに約 4.4 万件のコーヒー店が閉店してしまった。価格の設定だけで多くのお店が潰れてしまうのね。四国最大の家電量販店チェーンのグオメイディエンチーも多額の借金で広東省にある全ての店舗が閉店したんだ。しかも昨年11月から従業員に給与を支払ってない店舗もあるという。さらに店舗の賃貸費用も支払っていないため不動産側に訴えられている始末だ。せめて給料くらいは払える経営状態でいたいわね。結局ゼロコロナの3年間で四国では170万以上の飲食関連企業が倒産した。四国のビジネス用で最も発達している上海でさえ繁華街が閉店や廃業などという状況になっていて、久しぶりに訪れた人はびっくりするそうだ。そんな状態だと雇用がますます厳しくなってるのがわかるわ。四国経済崩壊を目前にまず富裕層が四国から逃げ出し始めた。特に習近平が異例の3期目を決めたあたりから国外に移住する富裕層が急増したんだ。お金持ちほど習近平の危険性が理解できてたのね。富裕層は自分や家族のために市民権を手配したり、資金や資産を他の国、地域に移したりしている。どこに逃げるのかしら。外国に移住するとしたらその国のパスポートが必要になる。その国の不動産を買ったり一定金額を超える投資をして現地に雇用を生み出すなどするとパスポートを取得できる国があるんだ。なるほど、何事も抜け道があるのね。バヌアツ、セントルシア、モンテネグロ、グレナダ、マルタなどの国だ。例えばバヌアツなら3000万円以上の不動産投資でパスポートが取得できる。四国の富裕層にしてみれば安いものかしら。だからバヌアツの首都ポートビラではメイン通り商店街の 80% 以上を四国系が経営している。中華レストランとホテルも四国人だらけなんだ。それはもう乗っ取られてるんじゃないの。こういう方法で外国籍を取得した四国人は2022年に1万800人もいる。資産5000万ドル以上の大金持ちが 3.2 万人いるが、超金持ち四国人はシンガポールに住むんだ。シンガポールは安定しているし投資機会もたくさんある。治安もいいって聞くしね。だがこんな風に富裕層の脱出が続くと四国国内の資金が海外にどんどん流出してしまう。それを警戒して共産党は四国国外への資金持ち出しに規制をかけてるんだ。なるほどね。今持ち出されたら二度と戻ってこないかもしれないからね。そして富裕層でなく専門家等の高学歴で中産階層に属す四国人たちの国外脱出が増え続けている。その理由は社会や政治の環境が嫌だったからと答える人が多いらしい。そしてもっと底辺で苦しんでいる四国人はここに来て命がけでアメリカに入国しているようだ。ビザ出ないのに。アメリカはバイデン政権になってから難民受け入れキャンペーンをやってるんだ。難民はどんどん来ていいですよ。住むところも食事もちゃんと用意します。心配いりませんといった具合だ。そんなこと言ったらどんどん来ちゃうじゃない。実際に1ヶ月で20万人も難民を受け入れている。とにかく国境にさえたどり着けばなんとかなるということで今四国籍の移民が急増しているんだ。四国からどうやってアメリカの国境まで行くの。彼らはまず四国からビザなしで入国できる南米エクアドルに空路で入る。そこからは陸路を徒歩や車でコロンビアに行き密航船に乗りパナマの熱帯雨林を通るんだ。過酷そうな旅ね。熱帯雨林を横断するには十数本のルートがあるが金持ちは馬に乗り楽なルートを選べる。だが金がないと徒歩でいくつもの山を越えた後川を渡り川を渡った後も再び山が続くんだ。ましてや熱帯雨林だから毒蛇など危険動物にも気を配らねばならないしな。私は絶対行きたくない。だがここまで命を懸けてでも四国を脱出する者が後を絶たないのが現実なんだ。そこまで祖国を嫌ってしまう四国人がいるのね。祖国というより四国共産党と習近平だろうな。もともとは四国共産党を支持していた人でもゼロコロナで家に閉じ込められネットの規制をかいくぐって海外の情報を見るようになった人もいる。そしてコロナの感染拡大中に四国共産党政権が多くの悪事を行ったという事実を知るんだ。自分たちが騙されていたことが分かって目が覚めるってことね。
命がけで米国にたどり着いた C 国人は、C 教は卑俗と変わらないと言っているんだ。卑俗って何？数十人から数百人、多い時は千人単位で農村などで略奪を繰り返す盗賊集団だ。清から中華民国に移行した頃、政府の統治が地方まで徹底されず、卑俗が横行したとされている。その中には政府軍として公認されたものもあったし、共産党軍だって卑俗と変わりなかったんだ。70年経ってもその体質は変わってないってことね。富裕層も中間層も逃げ出し、知識層も流出する。残るのは本当に貧しく無知な農民だけになるだろう。まるで北朝鮮だが、習近平が目指した体制はまさに、北朝鮮モデルと言っても過言ではないんだ。北朝鮮なんて目指すモデルになりうるの？習近平以前は、C国はシンガポールの政治モデルを目指していたと言える。権力は独占しているが、優れた経済業績と国民の支持がある。だがシンガポールの複数正当性やクリーンな選挙、法の秩序は習近平には邪魔だった。選挙なんかやったら、一発で終わる可能性もあるわ。人気のなさも本当は理解してたんじゃないか。だから北朝鮮のような完全な独裁国家を選んだ。しかし C 国は北朝鮮よりはるかに大きい。独裁で完全掌握するには強大な軍事力が必要だ。そして強大な軍事力には膨大な資金を必要とするが、今の C 国経済ではそれを維持するのは困難だと言える。うまくいっていないのが浮き彫りね。そして、コロナに勝利したはずの C 国で、どうやら新たな疫病が発生しているらしい。しかも昨日や今日の話じゃなく、もう数ヶ月も肺炎のようなものが流行ってるんだ。肺炎のようなもの？ C 国当局は、季節性インフルエンザだとか、マイコプラズマ肺炎とか言っているが、わかっていない。2023年7月から8月にかけて、浙江大学医学部附属小児病院の外来患者は平均1万3000人を超えた。10月の外来患者数は40万人以上で、前年比9万人以上も増加している。しかも1箇所じゃないんでしょ？そうなんだ。北京、天津、大連、遼寧省などの病院は、皆過密状態で死者も増加してる。C 教は、またこれを隠そうとしているんだが、今は大人にも感染が広がっているんだ。お得意の隠蔽はここでも発揮されるのね。C 国の長い歴史の中で、疫病の大流行は往々にして王朝崩壊と天下大乱の前兆だったんだ。漢民族が作った最後の王朝である明王朝の末期にも、ペストや天然痘などで推定1000万人が亡くなった。それが原因の一つとなって、明王朝は農民一揆によって潰されたんだ。歴史は繰り返すってね。習近平は戦々恐々としているんじゃないかしら。去年は洪水の被害もひどかったし、貧しい農民はいよいよ追い詰められているはずだ。革命的気分が高まって、実行されたとしても、習近平は例によって強権的に潰していくだろう。だが国民の不安が解消されることはないんだ。余計に煽られるだけだわ。長期的に見て、より大きな反抗を招く結果になるのは間違いない。ただ、いよいよとなったら国内の反発を抑えるために、台湾侵攻を始める危険はあるけどな。そこは本当に警戒が必要ね。そんなわけで今回は、C国の若年離職率と経済崩壊について話したけど、霊夢どうだった？ごまかしてきた数字で自分たちの首を絞めてるし、やっぱり嘘や隠蔽は良くないって改めて思ったわ。あとは国の強硬的な姿勢は何もいい結果を生まないことが、痛いほどに理解できたしね。本当だよな。結果として国の経済は悪化するし、有望な人材は国外にどんどん流出してしまう。求心力もないし、本当に救えないレベルにまで来てしまっているよな。若者が何の希望も持てなくなってしまうのは、そうさせている国が悪いのよ。若者に勢いがない時点で、国力が上がるわけないしな。だから私も勉強する気が起きないのよ。お前は関係ないだろ。C国のせいにして怠けるな。というわけで。霊夢。C国が隠していた債務の金額が、ついに世界中にバレてしまったんだぜ。あらまあ、そうなの？ C国が隠していた債務となると、相当な額なんでしょうね。いくらだったの？ズバリ1京3000兆円だ。1京3000兆円？どんだけ隠していたのよっていうか、京の単位なんて、あまり見たこともないから、想像もできないわ。だよな。確か、2023年には、C国の隠れ負債は約1900兆円と言ってたように思うけど、あの話はどうなったの？どうやら、その金額さえも詐称していたらしいんだぜ。まあ、なんてこと。呆れて物も言えないわ。でも、なんでそれだけの隠れ債務があるってわかったの？ C 国金融界の重鎮である周恩来氏の発言が、リークされたからなんだ。2023年に、1900兆円の隠れ負債の話を聞いた時だってありえないと思ったのに、1京3000兆円だなんて、C 国経済はとっくに崩壊しているってことね。その通りなんだぜ。
経済が崩壊しているというのに、C 国はまだ負債を隠そうとしているの？ああ、C 国はいくら隠蔽しても悪あがきだということを、全くわかっていないようなんだ。それにしても 1K 超えだなんて、C 国の負債額はありえない数字よね。どうしてそこまでの負債額になってしまったの？霊夢、じゃあ今回は、C 国経済の崩壊について、わかりやすく解説していくな。うん、わかった。マリサ、よろしくね。さっき聞いた、C 国の債務が、1K 3000兆円って話だけど、誰の発言がリークされたって言ってたっけ？春雷氏という、金融界の大物の発言だぜ。2018年に春雷氏が、非公式の場で暴露しちゃったんだ。へぇ、その時、春雷氏は、C 国経済が、これまでどのように、成長を続けてきたのかを振り返ったんだな。C 国経済は年率 9.5% で、GDP が成長し続けてきたんだが、対して、債務は 16.6% の成長してきたと、春雷氏は指摘したんだぜ。経済成長が 9.5% に対して、債務は 16.6% だったのね。あらまあ。ちなみに、年率 9.5% って、どれくらいの経済成長だったの？鄧小平が行った、改革開放政策からの40年で換算すると、C 国の経済は、32倍も拡大したという計算になるんだ。C 国はここまで大きくなったのは、鄧小平の市場原理主義のおかげだったのね。で、経済は32倍も成長したってことね。それで、問題の債務ですけど、16.6% で成長してきたって言ってたよね。債務の額、やばくない？霊夢、よく気づいたな。40年間、年率 16.6% の債務が GDP と同じように、成長した場合、その数値は、約460倍にもなるんだぜ。32倍の経済成長に対して、460倍の債務ってこと？そういうことだな。つまり GDP の伸びに対して、その15倍の伸び率で、債務が増えていったということだ。やばすぎでしょ。C 国は今までよく破綻しないでやってこれたわね。もう破綻しているという話もあるけどな。というわけで、C 国では異常なほどに債務が膨れ上がっているということなんだ。なるほどね。ちなみに、当時の GDP の実数値って、どれくらいだったの？2017年当時の C 国 GDP は公式で83兆円だな。日本円に換算すると1600兆円だぜ。まあ、事実かはわからないけどな。どういうこと？この GDP の数字は、C 国政府によって公表されたものだから、偽った数字かもしれないんだ。C 国政府のことだから、大いにあり得る話ね。これまでずっと嘘をつき続けてきた、C 国の国家体質が、そう簡単に変わるわけはないものね。そこで今回、春雷氏の発言で、C 国の統計には表記されていない、闇金融からの、高額融資の存在が明らかになったんだぜ。闇金融ですって？ C 国政府が、そんなものに手を出すなんて、本当に信じられない国だわ。ああ、C 国では、マフィアなどの犯罪者集団から、地元の共産党幹部が融資を受けている、なんていう不正融資の話が、後を絶たないんだよな。ちなみに、その闇金からの融資？というか債務は、いくらくらいあるの？その額は、69兆円にも上るらしいぜ。当時の日本円で換算すると、ズバリ1000兆円以上の金額ってことだ。闇金から1000兆円以上って、わけわかんないわね。いくらなんでもやりすぎでしょ。いやいや、霊夢、聞いて驚くな。1000兆円なんて氷山の一角らしいぜ。確かにそうかもね。C 国のことだから、まだまだ隠しているに決まっているわ。春雷氏が言うには、C 国国内には、隠蔽に隠蔽を重ねられた大量の債務があるらしいんだ。政府や企業、個人のそれぞれが隠し持っている合計値ではあるんだが、闇債務の金額は、2017年末時点で600兆円にも上るんだぜ。600兆円って日本円に換算したら、いくらになるの？日本円だと、1K 2000兆円に相当する額だな。じゃあ、闇金からの借金と隠蔽していた闇負債を合算したら、いくらになるの？締めて、669兆円だぜ。日本円にすると、1K 3000兆円になるな。本当にありえない債務の金額ね。どうして C 国政府は、こんなにも債務を膨らませたままにするのかしら？今回は、春雷氏の発言で発覚したが、そうでなければ、まだ真実は闇の中だったわけだ。そのまま、さらに債務が膨れ上がっていたと思うと、本当に恐ろしいぜ。ところで、そこまでヤバい債務の存在を発言した、春雷氏ってどんな人なの？やっぱりすごい人？その通り。というか、春雷氏の発言だからこそ、今回の債務の話はかなり信憑性が高いんだ。へぇ、そんなに信頼されている人なんだね。何をやっている人なの？春雷氏は、C 国国際金融有限公司という、C 国で初めての投資銀行の CEO を務めた人だぜ。金融業界のドンってわけね。
ああ、それにシュウンライ氏は、主要機首相の息子だからな。情報筋としては、かなり信憑性が高いと見られているんだ。なるほど。シュウンライ氏は、政治的な結びつきも強いというわけね。ということは、C国の金融世界の情報も、簡単に知ることができるのね。霊夢、この闇債務外貨に、ヤバイかを数字で見る方法もあるんだぜ。へえ、どうやって？対 GDP 比を使ってみるんだ。対 GDP 比って何のこと？一般的には、政府債務の状況は、政府の債務額を、その国の GDP で割った数字で評価するんだぜ。GDP はその国の経済の指標だから、その GDP に対してどの程度の割合で、政府の債務があるかを確認すれば、その国の債務の程度が、わかるってわけなんだ。なるほど。で、C国の対 GDP 比は、どんな結果になったの？あまり聞きたくない気もするけど。今回、シュウンライ氏の発言であらわになった債務が、669兆元だったことはさっき伝えたよな？うん。で、2017年の公式 GDP は83兆元だったんだぜ。ふむふむ。ってことは？単純計算で、C国の GDP に対する債務は、800% ってことだな。800% って8倍ってこと？ああ。C国は GDP の8倍もの負債を、隠していたってことなんだぜ。やるわねー、C国。規模が違うわ。でもさ、マリサ。この 800% って数字も、偽っているとも考えられるわよね？お、霊夢。察しがいいな。C国の情報は全てが怪しいから、対 GDP 比はもっと高いと思うぜ。経済評論家も、C国の実質 GDP は、公式の半分かそれ以下と言っているからな。C国の実質 GDP が半分かそれ以下ってことは、対 GDP 比は、どれだけの数字になっちゃうのかしらね。怖いわ。霊夢。実は C 国の公式 GDP に、面白いデータがあるんだぜ。なになに？どんなデータ？2020年7月から9月の第3四半期の GDP が、前年度と比較すると 4.9% 増加しているんだな。ふーん。それって何が面白いの？霊夢。2020年7月から9月というと、どんな時期だった？ピンとこないか？あ、2020年ならコロナ災いの真っただ中だわ。そうなんだぜ。C 国の経済を停滞させた、ゼロコロナの時期に、C 国の GDP が増えるってどういうことよ。でも、マリサ。それってもしかしてあり得ることなの？いやいや、あり得るわけないだろ。そうだよね。C 国国民がコロナ禍前と後で、どれだけ収入が変わったかを、調査したデータがあるんだが。うんうん。で、どんな結果だったの？当然、コロナ禍前後で、国民の収入は下がっているよね。ああ、もちろんだ。前年よりも収入が5割以上減った層が 10% で、3割から5割減の層が 25%、1割から3割減の層が 40% もいたんだぜ。そりゃそうよね。コロナ禍は、収入が減る人の方が多いに決まっているわ。その通り。国民の 75% が、収入が減ったと言っているんだから、C国の GDP が上がるわけがないんだ。国民の所得の合計値と GDP は、近い数字が出るはずだからな。そうよね。C 国は嘘をついている内容もわかりやすいから、なんだか笑っちゃうわね。仮に C 国の本当の GDP が半分だとすると、対 GDP 比は 1600% で、GDP の16倍の負債を抱えているってことになるぜ。2017年から、16倍の負債を抱えているの？だったら、7年後の今は、どれだけに膨れ上がっているというのよ。冒頭で言った、負債額1計算前兆円は、はるかに超えているかもしれないな。でもこれって現実的な数字なの？1K 超えって言ってるマリサの発言の方が、嘘をついているって思われない？霊夢がそう思うのも無理はないぜ。でもちゃんとした根拠があるんだ。どんな根拠？まずは不動産から説明するな。2016年には、新華社でこんな報道がされているぜ。なになに？ C 国では34億人を収容できる規模のマンションが建設されたんだが、C 国不動産の値下がりは止まらず、買い手もつかない状態らしいんだ。あのさ、マリサ。C 国の総人口って、もっと少ないわよね。なのに、34億人が収容できるマンションって、どういうこと？ああ、俺も意味がわからん。C 国の総人口って、今は14億人くらいなんだぜ。C 国は、移住者が増えるとでも思ったんだろうか。移住者が増えると言っても、現在の C 国の総人口の2倍以上に増えると考えるなんて、意味がわからないわね。確かに、C 国の不動産バブルの頃は、そこそこ需要があったんだけどな。現在はコンクリの塊とかしているぜ。ねえ、マリサ。いつも思うんだけど、C 国はどうしてこんなにも後先やリスクを考えずに、簡単に行動しちゃうのかしらね。C 国人は儲け話には、すぐに便乗しちゃうからな。まったく。C 国人はヤバい国民性ね。
まあ、C 国の不動産は完成前でも購入できたし、一顧客が2件も3件も購入するから、どんどん契約されたんだぜ。バブル絶頂期は、不動産の価値が上がりまくっていたからな。それにしてもねえ、霊夢は年収倍率って言葉を知っているか？年収倍率？何のこと？年収倍率は、購入する予定の不動産の価格が、年収の何倍であるか、を表す数値なんだぜ。なるほど。私がマンションを借りるとき、月収の3分の1にした方がいいって、アドバイスされたことがあるわ。それの年収バージョンってことね。そういうことだな。例えば、世帯年収が500万円の人が、3000万円の家を購入すると、年収倍率は6倍になるというわけだ。ふむふむ。年収倍率が大きくなるほど、購入者の負担や価値が大きくなるというわけね。C国の不動産バブル絶頂期に、マンションを購入したとき、年収倍率は、上海で50倍、深圳43倍、香港42倍、広州は37倍、北京が36倍になっていたんだぜ。なんてこと。年収倍率が50倍？そんな不動産の支払い、どうするつもりだったのかしら？バブルといえば、日本でも1980年代にあったけど、その時も同じくらいの年収倍率があったの？いや、日本のバブルもかなり膨れ上がっていたが、絶頂期の東京の年収倍率は、最高でも14倍だったんだ。C国の年収倍率は、日本のとは比べ物にならないくらいだったのね。上海の不動産で年収倍率が50倍の時は、さらに金利負担まで発生するから、実質の年収倍率は、100倍くらいになっていたらしいぜ。そんな高額な物件、どれだけのお金持ちが買うのかしらね。そんなわけで、現在は、異常に膨れ上がっていた不動産バブルが弾けた状態なんだが、実は、この兆候は2020年には出ていたんだ。どういうこと？大都市である北京の2020年の不動産価格は、2017年の価格と比較すると、半値から3分の1くらいに落ちていたんだぜ。へえ、2020年にはすでに価格が下がっていたのね。価格が落ちているのに、不動産業界は何の対処もしてこなかったということ？そうなんだ。日本総研の三浦雄二氏は、こんなことを言っているな。開発企業が何も新物件を建設せずに、在庫処分だけしていたって40ヶ月はかかる、ということらしいぜ。C 国の場合は、40ヶ月では済まないと思うけどね。C 国は、完成したマンションでもこんな状態なのに、まだ完成していない物件もたくさんあるんだ。なんてことなの。C 国は、さらに借金が増えちゃうじゃない。ああ、全くもって無茶苦茶な話だよな。C 国で事実上倒産している、不動産大手の、恒大集団は、C 国各地で未完成のまま保有しているプロジェクトが、162万個もあるらしいぜ。は？ 162 万個？その大手不動産屋は何を考えてるんだか。だよな。物件が完成していないのに、お金だけを取られた人民の怒りを鎮めるために、C 国共産党政府は、売った分だけの不動産はとにかく完成させろと指示を出しているらしいぜ。でも162万個なんて無理な話でしょ。その通り。しかも恒大集団は、もう建設なんてできないほどの状態なんだ。どういうこと？恒大集団は今年の7月になって、ようやく2021年と2022年の決算報告を公表したんだぜ。で、中身はどんなものだったの？その報告によれば、2022年12月期の負債総額は、2兆4374億円だそうだ。日本円にすると？48兆円だな。またすごい金額ね。ちなみに、それって信頼できる数字なの？また騙しているんじゃない？霊夢、鋭いな。恒大集団が最初に公表した負債額は 33.4 兆円だったんだ。最初に公表した額と15兆円も違うなんて、笑っちゃうよな。軽く15兆円も隠すとは、C 国って本当に信じられない国ね。さらに恒大集団の子会社は顧客からの訴訟も、たくさん抱えているんだぜ。どういうこと？恒大集団の主力子会社に、エバーグランデリアルエステートという企業があるんだが、この子会社の抱えている訴訟案件の数は、1946件もあるんだな。しかも訴訟総額は約4492億9800万円で、日本円にすると9兆3724億円になるんだぜ。訴訟でもそれだけの額を抱えているなんて、やばすぎでしょう。さらに、この子会社は、約2780億円の債務を抱えているんだ。日本円だと、約5兆8095億円だ。こんな会社の客は、もう泣き寝入りするしかないわね。C国はなぜこんなにも後先考えずに行動するのか、不思議だわ。ビジネスには透明性が重要なのに、C国はそれとは無楽の隠蔽ばかりしているよな。ねえ、マリサ。隠れ債務って言葉が出てきたけど、それってどんな仕組みになっているの？まず、C国の地方政府は、銀行からの借り入れが、禁止されているのを知っているか？え？知らなかった。
どうして地方政府は、銀行からの借り入れが禁止されているの？地方政府は、認可された債券発行以外の資金調達ができないんだぜ。だから、銀行からは借り入れができないし、かといって、金持ちってわけでもないんだな。ふむふむ、そうね。でも地方は今まで、かなり無茶なインフラ整備を進めてきただろ？なんで地方政府は、これまでそんな無茶なインフラ整備をしてきたの？地方政府は、不動産開発で土地を貸し出して、収益を確保し、GDP を上げようと、一生懸命インフラ整備を進めていたんだぜ。そういうことだったのね。当時は、不動産価格が下落して、土地使用権の譲渡価格まで下落するなんて、考えてもみなかったんだろうな。まあ、バブルの時はウキウキしちゃってるから、地方政府も国民も、不動産価格は永遠に上がるものと、信じ込んでいたんだろうね。ところで、霊夢。地方政府は、地域活性化という大義名分で、誰も住まないようなマンションや必要のない道路を整備してきたけど、資金のない、地方政府の財源は何だと思う？え？なんだろう。全然わからないわ。それはズバリ、融資平台だぜ。融資平台？何それ？融資平台は、C国の地方政府が傘下に置く投資会社で、ここが地方政府にとっての財源になっているんだ。ふーん。融資平台ってどんな会社なの？もっと詳しく教えて、マリサ。融資平台は、主に、上等債という債券を発行して、その債券を銀行などの金融機関や市場に買わせて、お金を集めているんだぜ。なるほど。融資平台が、地方政府の資金を集めてくるような仕組みになっているというわけね。地方政府は、この融資平台から借りた資金をもとに、家を建てまくり、それを担保にまた家を建てる、ということを繰り返した結果、過剰生産となってしまい、不動産バブルは弾けたというわけだ。なるほど。で、その時の負債が表に出てこないで隠されていたもの、だから、隠れ債務と呼ばれているんだぜ。そういうことね。じゃあ、融資平台の隠れ債務はどれくらいあるの？IMF 国際通貨基金の試算では、直近5年間でほぼ2倍に増えていて、約66兆元、日本円で、約1326兆6000億円にまで達したと言われているな。こっちの隠れ債務もかなりの額ね。ちなみに、ゴールドマンサックスの試算では、融資平台の隠れ債務は、94兆元、日本円で約1880兆円と言われているんだ。さらに額が上がってる。でもこの隠れ債務は地方政府だけのなのよね。それなら、C国全体で、1計3000兆円の隠れ債務があるっていうのは、別に大げさな話でもなさそうね。だろ？俺は大げさなことは言っていないぜ。ごめんごめん。実は地方債務の問題は10年以上も前から、指摘されていたんだな。しかし習近平はこれといった対策は、全く講じてこなかったというわけだ。お得意の見て見ぬふり作戦ね。自分の国のことなのに。C国では、一帯一路構想も、かなりヤバいことになっているしな。一帯一路構想って何だっけ？一帯一路構想とは、習近平が提唱した、C国主導の経済圏構想で、アジアとヨーロッパを陸路と海路で結ぶ物流ルートを作ることを、目指したものだぜ。そうそう。大それた構想だったのを思い出したわ。道路や港、発電所、通信設備、パイプラインなどのインフラ投資を皮切りに、金融、製造、電子商取引、貿易などで、国家間のつながりを強めて経済成長していこう、なんていう名目で始まったんだ。でもそんなことを言いながら、C国だけが得するシステムを作ろうとしていたのよね。その通り。でも、一帯一路構想は、ASEAN 諸国から、欧州、アフリカまでも参加した一大プロジェクトで、最初は順調だったんだぜ。へえ、そうなんだね。プロジェクトは2014年から始動して、2022年までには一応、7481億ドル分のプロジェクトは完成していたんだ。へえ、そうだったんだ。ちゃんと進んではいたのね。特に欧州と C 国をつなぐ、貨物船の運航本数は顕著で、2011年には17本しか走っていなかったのが、2017年には3673本、2021年には15183本と、かなりの勢いで増えていったんだぜ。ちゃんと、それなりに経済成長はしていたのね。とはいえ、すべて C 国の海外侵略のようなものだったからな。プロジェクトは C 国企業が受注したから、他国の雇用が増えたり、他国の経済が好転したわけではないんだ。現地の人たちは責任者や技術者には抜擢されず、肉体労働者として参加するだけだったんだぜ。まあ、ひどい。絶対に儲かると言われて参加した途上国は、この後、深刻な債務問題に陥っていくんだ。C 国に騙された途上国があまりにもかわいそうだわ。でもな、結局、債務不履行に陥っていく参加国が多くなり、C 国は返済前提で貸した金が、返ってこない状況になってしまうんだぜ。C 国は自分のことしか考えない国だからね、付けが回ってきたのよ。
というわけで、一帯一路構想も失敗した C 国は、他の国に金を貸せる状況でもなくなってきているんだ。C 国国内の製造業も、終わっているしな。それはどういうこと？C 国からは続々と企業が撤退しているだろ？ C 国が GDP 世界第2位の地位を築けたのは、C 国に期待していた先進国からの投資があったからだ。確かにその通り。つまり、アメリカや EU、日本が、C 国に資本や設備投資、生産技術を提供して、C 国を世界の工場に育てた、ということなんだぜ。そうよね。しかし、C 国は強みだった、世界の工場としては、見向きもされなくなってしまい、破綻したんだ。その原因は何だったの？まずは人件費の高騰だな。GDP が2位になったから、必然的に現地の従業員の給料が上がってしまったんだ。どれくらい上がったの？2000年から2021年で、C 国の平均年収は、10倍に上がったと言われているぜ。安い労働力を求めていた外国企業には、C 国に進出するメリットがなくなったというわけだ。それに加えて、ゼロコロナ政策もダメ押しになった？その通り。人も物も動きが制限されて、工場の稼働も止まってしまったからな。貿易にも制限がかけられたから、輸出入も減少したんだ。これによって、世界の供給網に多大な迷惑をかけてしまい、市場を大混乱に陥らせたというわけだな。そりゃそうよ。C 国は、ビジネスには信用が一番大切ってことが頭から抜けているのよね。そういうわけで、C 国では、工場で働いていた人たちが、大量の失業者となってしまったんだ。その時の失業率ってどのくらいなの？ C 国が公表している若年失業率の統計では、21.3% にも達しているんだぜ。5人に1人ってことじゃない。若いのに、仕事がなくちゃ生きていけないわ。いや、霊夢。このデータについても信憑性に欠けていて、実際は 46.5% に達しているとの試算もあるんだ。きゃあ。二人に一人が失業者？この状況で、誰が C 国経済を支えるっていうのかしら？まあ、支えられていないから、1K を超える債務になっているんだろうな。確かに、そうね。霊夢。2023年4月から6月期の前年同期比では、87.1% も世界は C 国への投資を減らしているんだぜ。C 国は完全に見放されちゃったのね。さらに増えていく C 国の債務をどうするのか。そろそろ習近平が本格的に対応していくのか見ものだわ。まあ、あまり期待できないだろうけどな。そんなわけで今回は C 国の経済が崩壊していることについて話をしたけど、霊夢どうだった？ C 国の隠れ債務が 1K3000 億円と聞いて、最初はびっくりしたけど、不動産の失敗や地方債務の存在、一帯一路構想の崩壊、製造業の衰退とかの理由があると知って、納得したわ。C 国はこの債務を、どうやって減らしていくのかしらね。1K 超えの債務について、習近平はどう考えているんだろうな。一番の被害者は C 国の市民よね。彼らが安心して暮らせる C 国になればいいんだけど。本当だぜ。というわけで。霊夢。日本にこれから導入される予定の F-15JSI に世界が注目しているぜ。F-15JS？ 何それ？さっぱりわからない。あ、悪い。霊夢には難しかったな。霊夢には難しかったな、なんて全く失礼ね。ま、本当に私には難しい話だけど。あ、いや、言い方が悪かった。すまん。で、それって何なの？ F-15JSI は、日本の新型戦闘機のことだぜ。戦闘機？じゃあ、防衛力強化って感じなのかな？そうだな。中国とかからの不測の攻撃に対して、大きな抑止力になると期待されているんだ。へえ。でも日本に新型戦闘機が導入されたとしても、中国は特に気にしないんじゃないの？いやいや。F-15JSI は今日本にある戦闘機よりも、かなりアップグレードされているし、中国の戦闘機と比べると、非常に高い性能を持っているから、中国は震撼すると思うぜ。日本もついに防衛力に本腰を入れてきたってこと？そういうことだな。さっき、日本に今ある戦闘機よりも、アップグレードされているって言っていたけど、今も日本に戦闘機ってあるの？おい、霊夢。それくらいは知っとけよ。日本にだって戦闘機はある。自衛隊が保有しているぜ。侵入してくる敵を直接撃破できるようにな。あはは。ごめんごめん。あんまり自衛隊とか戦闘機とか詳しくなくてさ。じゃあ、その F-15JSI とかがどれだけすごいのか。戦闘機に全然詳しくない私でもわかるように説明してよ。おう、わかった。じゃあ、今回はこれから導入される予定の F-15JSI の特徴や日本に導入される意味、中国を圧倒するほどの性能について、解説していくな。うん、お願いね。今日本の航空自衛隊が保有している、戦闘機は何ていう名前なの？
F35AB と F2AB と F15JDJ があるんだ。で、今日話す F15JSI は、F15J を回収したものなんだぜ。なんかかっこいい名前ね。いかにも戦闘機って感じ。霊夢。適当だな。まあ、いいか。F15J は、日本の航空自衛隊向けに生産された、制空戦闘機なんだが、その原型は F15 なんだ。F15? なんか、どんどんローマ字がなくなっていくわね。で、その原型の F15 ってのは何なの？ F15 は、アメリカが開発した制空戦闘機だぜ。おお、日本の戦闘機はもともとアメリカのなんだね。昔、トップガンって映画があったよね。あの映画で、トム・クルーズが乗ってたのが、もしかして戦闘機？霊夢、相当古い映画を知ってるんだな。そうそう。あれは F14 っていう戦闘機で、トム・クルーズはパイロット役だったんだ。トム様、ほんと最高にかっこよかったわ。こら？霊夢、映画の話してる場合じゃないぜ。話がだいぶんずれちゃったじゃないか。あ、ごめん。つい思い出しちゃって。で、何の話だっけ？今日本の航空自衛隊が保有している F15J の話な。そうだった。ごめん。話の続きをお願いします。おう。ちゃんと聞いてろよ。F15J は、アメリカのボーイング社が開発した F15CD イーグルを三菱重工業が中心となって、航空自衛隊向けにノックダウンかつ、ライセンス生産した戦闘機なんだぜ。へえ、三菱重工業が生産したんだね。F15J は、基本性能の優秀さと、高い拡張性を活かした独自の改修によって、段階的に能力が向上されているんだ。導入から40年近く経った現在でも、日本の主力戦闘機として、防空任務に当たっているぜ。導入されてから40年もの間、日本の空を守ってくれているのね。ありがとう、F15J。そんな F15J が今回、先進技術を導入して、F15JSI として生まれ変わろうとしているんだな。なるほど。そういうことなのね。アップグレードが成功して、F15JSI が導入できれば、中国の現行の戦闘機よりも、ずっと高い性能を持つことができるから、とっても期待されているんだ。中国の動向に立ち向かうためにも、F15JSI を早く導入したいところね。じゃあ、F15JSI 導入に向けて、すでに動き始めているの？ああ。2023年9月7日にアメリカの国防総省は、日本の航空自衛隊向けの最新電子戦システムである、EPAWSS のボーイングへの販売を認可したんだぜ。ふむふむ。それで？この EPAWSS という先進的なシステムは、イギリスの国防、情報セキュリティ、航空宇宙関連企業 BAE システムズによって、F15 イーグル専用に開発されたもので、戦場の電子戦領域を、革新的に変えるものとされているんだ。ふん。そうなんだね。よくわからないけど、日本の戦闘機に革新的な機能が加わるのは嬉しいわね。霊夢はあんまりわかってなさそうだな。一応 EPAWSS の革新的な機能について説明しとくな。EPAWSS は、敵が放つ電磁信号の迅速な収集と分析を行って、360度の戦闘空間で電子戦の状況を提供してくれるんだ。つまり敵の電子攻撃から味方の機体を守ることができるんだぜ。おお、電子攻撃に打ち勝てるということなんだね。それは画期的だわ。しかも敵に反撃するためにジャミング攻撃する能力も備えているんだぜ。ジャミングなんちゃらって何？霊夢、ジャミング攻撃な。電波を撹乱させたりして敵の正常な通信を妨害するんだ。ほほう、電子戦から味方を守るだけでなく攻撃もできるのね。すごいすごい。ボーイングからは F15 の機能はステルス性において劣っているとされてきたんだが、EPAWSS を導入することで、その脆弱性を大きく補完できるというわけだぜ。マリサ、ステルス性って何？ステルス性とは、兵器がセンサーなどから、どれくらい探知されにくいかを示すものだな。へえ、ステルス性ってそういう意味だったんだね。航空自衛隊の F15J の能力向上回収作業について、2020年7月には、主契約者の三菱重工業と、ボーイング社の間で協力契約が結ばれたんだ。へえ、だから、2023年9月にアメリカの国防総省が、最新システムの販売をボーイングに認可したことは、F15J の回収作業を後押しするものになったと言われているんだ。アメリカの国防総省さん、後押しありがとう。で、F15JSI の JSI って、何の略なの？ジャパニーズスーパーインターセプターだぜ。日本のスーパー戦闘機ってことだな。結構普通だね。霊夢、そんな風に言うなよ。てなわけで、F15JSI は、超高性能の迎撃戦闘機として期待されてるってわけだ。ちなみにアメリカの空軍からは、イーグル2という愛称で呼ばれているぜ。なんか可愛いね。マリサ。F15JSI はおいくらくらいするのかしら？ははは。気になるよな。
F-15JSI は、1機約90億円と言われているぜ。そんなにお高いとは。ただ当初は、2機で108億円の予定だったからな。さらに高くなってしまったというわけだ。どうして、そんなに倍近くの価格になってしまったの？それは、電子機器の供給不足が原因だろうな。日本が導入している F-15 は、採用している国が少ないし、製造量も少ないから、回収していく需要も相対的に限られているんだ。ふむふむ。ボーイングの F-15 の新製造ラインは、カタール空軍用の F-15QA が36機注文されているのに対して、2019年4月時点で、1月に1機しか、製造できていない状態なんだぜ。どうして？ F-15 関連の新部品の供給量が、限定されているからな。しかもそんな制約がある中、アメリカ空軍は、F-15EX を2021年に8機発注していて、日本の F-15JSI ニーズも、同時期に重なってしまったんだ。なるほど。それで、部品の供給が逼迫していて、お値段がお高くなったのね。そういうわけだな。ねえ、マリサ。日本は F-15JSI を導入して、航空戦力を強化しようとしているんでしょ？そうだぜ。それって中国の存在のためよね。ああ。中国は新型のステルス戦闘機を、開発していると言われていて、日本としては、放っておくわけにはいかない状況なんだ。中国の最新型ステルス戦闘機って、そんなにすごいの？うん。世界ではいろいろな意見があって、一概にすごいとは言えないんだがな。そうなんだね。中国の最新鋭ステルス戦闘機は、J20 という名前なんだ。この戦闘機のエンジンは、中国が開発した、WS-15 エンジンの改良型とされていて、噴射口は、ロシアの SU-57 と同様に挙手状。つまり、ノコギリの刃のような形で、ステルス処理がされているぜ。へぇ、なんかすごそうだね。以前の戦闘機の弱点だった後方からのステルス性能が、向上していると見られているようだな。世界屈指の性能とされる、アメリカ空軍のステルス戦闘機に対抗するために、空中戦と地上攻撃を想定して開発された、中国初のステルス戦闘機なんだ。へぇ、中国初なんだね。中国人民解放軍は、J20 の運用を増やすことで、台湾有事の際に、アメリカ軍の接近を阻止する能力の向上を図る狙いで、ステルス戦闘機を開発したと言われているぜ。ちなみに、このステルス戦闘機の研究開発に、中国は、300億元以上のコストをかけているらしいな。中国も軍事費にかなりのお金をかけているのね。中国の航空産業は1990年代まで、第二世代と呼ばれる技術しかなく、ロシアの技術を借りる形で、第4世代までレベルアップさせたんだ。その時にはもう、アメリカ軍は、ステルス性能に優れた第5世代戦闘機の開発を進めていて、実戦配備も始めていたんだがな。中国はアメリカに追いつくために、慌てて戦闘機をレベルアップさせたのかもね。おそらくそうだと思うぜ。人民解放軍はその後も、素早く第5世代戦闘機の開発に着手しているからな。中国の戦闘機はどんどんレベルアップしてる。あっという間に第5世代に追いついちゃったんだね。いやー、まあ、自称第5世代ステルス戦闘機だから、本当に追いついているのかはわからないぜ。確かに、中国のことだから口だけかも。中国は戦闘機をレベルアップさせる際に、ロシアの技術を借りたんだが、そのロシアは現在、第5世代戦闘機の実用化までは、成功していないんだ。だから、中国が第5世代ステルス戦闘機をすぐに実現できるのかは疑わしいってわけだな。なるほど、私は、中国はまだ第5世代ステルス戦闘機を作れていないに一票入れるわ。ははは。俺も中国の戦闘機は、まだアメリカのものには遠く及ばないと思っているぜ。アメリカ空軍の参謀総長は、中国のステルス戦闘機はアメリカの戦闘機と比較する意味もない。中国のステルス戦闘機は、アメリカ空軍が30年前に発表したものと同程度だ。と言っているな。中国のステルス戦闘機を一周しちゃったのね。他にも、香港の軍事評論家は、中国のステルス戦闘機のエンジンはそれほど強力なものではないから、超音速での巡航能力はないはずだ。と指摘しているぜ。あらあら。中国さんはボロクソに言われているわね。さらに、米紙ナショナル、インタレストの元編集長は、中国のステルス戦闘機はすでに配備され始めているが、それはただの一時しのぎに過ぎない。現時点においてもこの戦闘機は致命的な欠陥を抱えているのだから、と語っているな。中国のステルス戦闘機のどういうところが、致命的な欠陥だってこの人は言ってるの？動力系統が劣っているために、機動性や、燃料効率、ステルス性など、一連の指標に悪影響を及ぼしている、と主張していたぜ。へぇ、インドのニュース番組では、インドの配備している、ロシア製のスホイ 30MKI は、中国のステルス戦闘機を捕捉できるし、実際に中国の戦闘機の飛行を確認できている。
と語っていたな。中国の戦闘機はダメダメですな。他にもあるぜ。イギリスの防衛安全保障研究所の空中戦の専門家は、アメリカのステルス戦闘機と違って、中国のステルス戦闘機は、全方向に対するステルス性能を持っていない、とも指摘していたぜ。戦闘機の全方向に対してステルス性能がないと、戦闘能力は弱いわよね。その通り。つまりある方向から見ると、中国の戦闘機は、ステルス機にならない、ということなんだ。というわけで、中国のステルス戦闘機は、動力系統やステルス性が疑問視されていて、本当の意味での、第5世代ステルス戦闘機なのかは、微妙ってことだな。それだけ各国に言われちゃってるなら、本当にかなり微妙なんでしょうね。中国は心理的な戦略で、中国は第5世代ステルス戦闘機を持っている、と、話をでっち上げていると言われていて、プロパガンダ用ステルス戦闘機と、揶揄する人もいるらしいな。じゃあ、日本は、慌てて高性能な F-15JSI を導入しなくてもいいんじゃない？いやいや、たとえ中国のステルス戦闘機がイカサマだとしても、日本が国土を守るためには、航空優勢を確保することが必要なんだ。少しでもより優秀な戦闘機を保有しておいた方が、戦力になるんだぜ。確かにより高性能な戦闘機を持っていた方が、いざという時には安心だもんね。さっきマリサが航空優勢を確保することが必要と言っていたけど、航空優勢ってどういうこと？航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく、諸作戦を遂行できる状態のことだぜ。航空優勢を確保できれば、その空域下での海上作戦や陸上作戦を、効率的に遂行できるようになるからな。なるほど。空を制するものは、陸も海も制するって感じかな？状況を俯瞰することもできるしね。航空優勢でないと、敵国の航空機、ミサイルによって、飛行中の航空機をはじめ、地上ミサイル部隊や、航行中のイージス艦に加えて、港湾や飛行場も攻撃を受けることになってしまうんだ。そうして、艦船や航空機の運用自体が困難になってしまうんだぜ。そんなことになったら、簡単に敵に侵入されてしまうわね。航空優勢の確保が、いかに大切かがよくわかったわ。そんな航空優勢を確保するためには、戦闘機はかなり重要な存在なんだ。有事の際は、戦闘機が日本周辺の空域に迅速に展開して進行してくる、敵国の航空機やミサイルの攻撃を、より遠くからでも察知し、対処できる体制を整えておくことが大切なんだぜ。なるほど。より高性能なステルス戦闘機で、有事に備えておくことは本当に大事なことなんだね。現在は、戦闘機の重要性を考慮して、世界各国が、戦闘機の開発に重点を置いているんだ。日本の周辺国でも、第4世代、第5世代の戦闘機を増加したり、開発したりしているというわけだぜ。やっぱり新世代機の方が圧倒的に有利だもんね。日本も F-15JSI の導入が急がれるわ。それに、今後中国が、高性能な戦闘機をどれくらい増加していくのかも、注目していかないといけないわね。中国はもちろんだが、ロシアについても、今後の動向を注視していく必要があるな。日本が航空優勢を確保できるようにするためには、新たな戦闘機を、日本が主導で開発していくことも必要だと思うぜ。おお？日本頑張れ。新たな戦闘機に求められるものは、他国が実現できていない新たな戦い方が可能で、将来にわたっても、適時適切な能力向上の回収を加えることができて、高い即応性を確保できるものが望まれるな。自分で開発するだけでも大変だけど、技術力の日本ならきっとできるよね。高い条件ばかり揃えちゃったけど、日本よ、頑張って。戦闘機以外にも、国土防衛のための最新兵器の開発や導入を、日本はどんどん進めているんだぜ。へぇ、最新兵器か。日本を取り巻く、東アジアの安全保障環境は悪くなるばかりだもんね。最新兵器の導入も急がれているのね。その最新兵器ってどんなものなの？日本の最新兵器は、レールガンと、高出力レーザーシステムだな。2023年の11月に、防衛装備庁が都内で開催した、技術シンポジウム2023で、この2つの最新兵器の研究成果を発表したんだぜ。この2つの最新兵器はどんなものなの？じゃあそれぞれ説明するな。1つ目のレールガンは、日本がミサイル防衛の要として、開発を進めている大砲のことなんだ。へぇ、大砲か。日本のレールガン開発は、実は JAXA の宇宙船開発のために、1980年代から研究されてきたんだぜ。もともとは宇宙船開発のためだったんだね。だから兵器としての開発には出遅れてしまったんだが、2016年から本格的に開発し始めたんだ。防衛装備庁は2023年10月に、海上自衛隊と連携して、艦艇にレールガンを搭載して、
世界初のレールガン養生射撃試験を行ったと発表したんだぜ。世界初なんだね。すごいじゃない。防衛装備庁は公式 SNS でその様子を公開したんだ。そして従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で空や海上の脅威から艦艇を守るためにレールガンの早期実用化を推進すると伝えていたな。かっこいいわね。で、そのレールガンってどんな仕組みになっているの？レールガンは火薬を一切使わないんだぜ。大砲の中にある2本のレールに電気を通して非常に強い電磁力でなんと秒速2キロ以上という極超音速で弾丸を発射することができるんだ。秒速2キロですって？すっごい大砲ね。ああ、それに射程距離が200キロとかなり長いから飛来物だけでなく遠方の艦艇なんかにも有効だとされているぜ。日本はレベル違いのすっごい大砲を開発したのね。このレールガンは弾道ミサイル防御にも使えるらしいんだ。発射速度が1分間20発というからすごいよな。多くの弾道ミサイルにも対応できるぜ。1分間20発？めちゃめちゃすごいね。しかも200キロも前から撃てるんでしょ。無敵だわ。ちなみにそのレールガンはいつ頃から実戦配備が可能になるの？2035年前後と言われているな。あと10年くらい先ってことね。レールガンが配備できれば間違いなく今までにない自衛隊兵器になるぜ。中国やロシアも極超音速兵器を開発しているから日本を守るためにレールガンの存在はとても大きいんだ。国の行く末を左右するレールガンの開発も頑張ってほしいわね。だな。防衛装備庁はそんなレールガンの研究開発費として2023年度は238億円を計上し、中国やロシアからの極超音速兵器による攻撃に備えているんだぜ。なるほどね。レールガンの実戦配備が早く実現しますように。それと日本の最新兵器の2つ目、高出力レーザーの説明もするな。うんうん、お願い。高出力レーザーは宇宙兵器やサイバー、電磁波、人工知能、いわゆる AI などと並ぶゲームチェンジャー技術だぜ。ゲームチェンジャー？そりゃなんじゃ？ゲームチェンジャーとは従来とは全く異なる視点や価値観で市場に大変革を起こすもののことだ。防衛装備庁はこれまでの戦闘様相を一変するものとして高出力レーザーシステムを開発したんだぜ。高出力レーザーってどんなものなの？レーザーは高速だからドローンの素早い動きにも対応できるし、発射時の騒音や火炎も出ない。だから敵に気づかれにくいというメリットがあるんだぜ。おお、画期的。それでそれで？高出力レーザーシステムは高出力のレーザー光を高速で動く目標標的に照射して瞬時にダメージを与えることができるんだ。瞬時にダメージってすごいね。それにこの装置は電源が供給される限り撃ち続けられるから弾切れがないんだな。それは本当にすごい。そうなんだ。だから迎撃にかかるのは電気代だけなんだぜ。実はその電気代が高かったりするのかしら？いやいや、まさか。レーザーは1回の照射でたった数百円しかかからないぜ。え？数百円？私がこの間顔のシミ取りをしたよりも安いじゃない。すごすぎるわこのレーザー。霊夢はシミ取りしてたんだな。そうなの。だからお肌綺麗でしょ？まあ、そうかもな。で、レーザーは1回で数百円の話の続きだが、ミサイル1発だといくらだと思う？1000万円くらい？ちょっと高すぎるかな？いやいや、ミサイル1発で数千万円から数億円もかかるんだぜ。ひょえー、高すぎ。高出力レーザーシステムって、かなりコスパがいいんだね。ああ、電力が続く限りは弾切れしないから、一発打ち損じて、数千万がパーになることもないしな。政府が課題としている弾薬の確保も、心配する必要がないというわけだ。高出力レーザー、素晴らしいです。パチパチ。防衛装備庁は、高出力レーザーを、ドローンや追撃砲弾の撃破のほか、将来的には、ミサイルを迎撃する装備システムとして、研究開発を推し進めているんだぜ。その高出力レーザーの開発は、どこの企業が行うか決まっているの？川崎重工業や三菱重工業が防衛装備庁と契約を交わしているんだ。へぇ、川崎重工業と三菱重工業か。ちなみに川崎重工業は2023年に出力が100区と高いレーザー装置をトレーラータイプの車両に搭載したシステムを防衛装備庁に納入していて、同庁が野外で実験を開始しているらしいぜ。早速実験しているんだね。高出力レーザー実用化に向けて課題はあるの？ああ、現状の高出力レーザーシステムでは速度の速い目標にはまだ即時対応はできていないんだ。だから防衛装備庁は高出力レーザーシステムの実用化に向けて87億円を投じて様々な研究や試験を行っていくと言っているぜ。おお、日本頑張れー。ちょっと話が前後しちゃうんだけど、
新たな戦闘機を日本が主導で開発していくっていう話の方は実現しそうなの？ああ、今すでにその開発計画に取り組んでいて、三菱重工業が設計、製造計画を完了させたら、2024年には試作機の製造を開始、2028年には飛行試験を実施する予定なんだ。着々と進んでいるんだね。日本政府は2035年の配備に向けて、この戦闘機の生産に約4兆8000億円の出資を見込んでいるぜ。さらに、防衛省は無人航空機の開発生産に向けて、遠隔、飛行制御技術に対して24億3000万円相当、人工知能には1億9000万円の支出を許可したんだ。日本主導の新たな戦闘機にも期待したいわね。そんなわけで今回は、日本製の戦闘機について話をしたけど、霊夢どうだった？今まで、航空優勢の話とか知らなかったんだけど、より高性能なステルス戦闘機を持つ必要性が、よくわかったわ。F-15JSI も日本主導の戦闘機も、実用化に向けてどんどん進んでいくといいわね。そうだな。というわけで、今回の動画はここまでで以上だ。コメント欄で皆さんの意見や感想を聞かせてほしいんだぜ。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。